それではすみません、時間になりましたので始めたいと思います。本日はやっと雨が止まってですね、送っておりますが、お越しいただきましてありがとうございます。私はですね、イスラムの関係者代表事業センター管理会社長と申します。今日は2時から5時までと割とたっぷりの時間でお話をお聞きいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。今日はテーマですね、お手元にありますが、種のお話です。主人公が今年の4月1日からもう何とかなくなってしまったということは、本人の方がご存知だと思います。もちろんその前からですね、主人公がお話になると決定したあたりからですね、多くの方が大丈夫なんだろうと、あるいはこれまでやはり寿司のこと、種のことはこんなに今ほど関心を持たなかったということもあろうかと思います。ただですね、やっぱり多くの人が関心を持って、この問題に、取り組んでいらっしゃるという状況です。廃止になった後ですね、いろんな形で、条例を作る、その法律がなくなってしまったので、今度は地域でこれまでのような形、あるいはもっとですね、良いものとして条例を作るという動きが広がっています。で、いくつかの県ではすでに条例ができたと、埼玉とか宮崎とか京都とかですね、ということがあります。で、今日はですね、そのまさに条例を作りつける途中にある、作っている最中の北海道からですね、須田牧師さんをお招きしています。それから後半はですね、新谷智也さん、日本海洋相談会の智也さんに、世界の状況は一方どうなっているのかと、私たちのフルシステム全体はどうなっているのかというお話、お二人からそれぞれご報告をいただくと思います。ちょっとお二人とも、まずあまり顔が見えないので、ちょっと皆さんにですね、お顔だけ見せていただきますということで、はい、お座りしてください。ありがとうございます。その前にですね、今日は北海道からいらした須田さんが多分一番遠いんじゃないかと思うんですが、実は私の把握している限りでも、各地からいらしてるということが確認をされています。まずあれしかもやはり種とか地域とかですね、地域経済とかいろんな文化でつながりたいなっていう方がいらっしゃるので、まずちょっと紹介しますと、長野からいらっしゃる方です。キューバの有機農業の、あ、そうですか、長野からも、ね、あ、いいだから、はい、ありがとうございます。それから京都からいらっしゃる方が、私が知っている人はみんな当たるんですけどね、京都大学のですね、教授の岡田智弘さんがいらっしゃいます。はい、それから、あんまり遠くないですが、千葉から、千葉の野菜農家の斉藤俊之さんがいらっしゃいます。はい、斉藤さんとは本当に彼のことでおっしゃいます。はい、それもっと違うところから来ている方がいらっしゃいますけど、鹿児島から来たんです。藤宮から、そういうことなんです。はい、西の方をもっと西から来たという方は取り上げました。はい、で今ご紹介した方のみならずですけど、皆さんも各地自分のところ地域や学生グループで彼に関して職に関して活動されている方もいらっしゃると思います。あるいは、これをきっかけにですね、何かやりたいなと思っている方もいるかもしれません。なので、今日は講師の方からお話を聞いてですね、というのがメインなんですが、それだけではなくて、やっぱり情報をみんなで交換して、これから運動をしていかなきゃいけないと思いますので、なんかそういう気持ちでぜひ積極的に参加いただければと思います。時間があるんですが、まずお二人にですね、大体、1時間弱ぐらいずつ講演をしていただきます。でその間に休憩なんかも挟みながらですが、残りの1時間ぐらいはですね、皆さんとたっぷり質問
で、模試が終わりましたら、まあ、こういう場所だからというわけじゃないんですが、ちょっとお茶とお菓子かなと聞きながらですね、お二人にも残っていただける限り残っていただいて、まあ、小1時間ぐらい交流会というふうにもしたいと思っていますので、それでは佐賀さんにお願いをいたします。去年の話がメインなんですが、地震のことがですね、やっぱり非常に好きになっていて、特にその酪農とかですね、農業全般の復旧、復興というのはかなり時間がかかるかなと。で、まあ、昨日もちょっとその話を別のところでもしていただいたんですが、あとで結構ですけど、はい、皆さんも別のタイミングでも、はい、ずっとお知らせいただければと思います。この大変な中来ていただいてですね、感謝しております。じゃあ須田さん、よろしくお願いします。はい、須田です。どうぞよろしくお願いします。地震のことも、ね、心配していただきました、ね。私の自宅のところだけはですね、周辺は札幌市中央区の震度4ぐらいで、ちょっと揺れたくらいですね、ここも一部ですね、2日間で電話しましたけども、美しいお城の場を見てですね、楽しく過ごしました。とはいっても、同じ札幌市でも清田区などは道路が流れちゃって、まあ、家も部屋部屋に大変になっていまして、大変な場所に住めないので、それは地方の出勤地に近い税の線とか、そっちの方面ですね。まあ、いまだに窓がずっと通ってないところもあるでしょうし、水が通らないと、まあ、ブラックアウトというか、北海道全域がですね、一時、スパッと2日間を、まあ、停電をしたわけなんですが、そういう経験というのは、どうも日本で初めてらしくて、まあ、全島域で、例えば、酪農家でしたら、ビルから、動かないわけです。あるいはバルコクーラーというと、2000リーターぐらいですね、自分の壁で癒やしておくことが、言うこと聞かないんですね。そしたらもう、自分が腐っちゃいますから、みんなすっきりしようと、せざるを得ない状況ですね。で、電気がないから、先に行く動かないから、手で絞る。まあ、出荷しなくても、絞らないと、後ろから出るのはいいですね。手で絞るんですよ。バルコクさんは大変な、思いをしたということをしていると思います。それにも増してですね、牛たちがですね、牛っていうのは大変水をたくさん飲むので、水が来ないと、もうもた打ち回るような苦しみらしくてですね、まあ、私の友人が現地出張がありましたので、牛のうめき声が聞こえるということを言ってました。まあ、水が来ないと言ってうめき声が聞こえるね、それとも水が入れないので、まあ、少しは変わり、変わりって水を作ったりとかするんですけど、まあ、まだそういう状況が残っています。いまだに都内では、北海道の人間が流されているということですね。東京に来て、東京地域の人間がたくさんあったので、久しぶりに飲んでました。まあ、そんなので、地震の話です。今日は北海道で少しだけ進んでいきまして、情熱技術の話ですね、中心にお伝えしたいということでやってまいりました。まあ、こういった形で情熱技術の全体像をですね、まとめたのは初めてだったんですが、ちょっと急遽作ったようなスライドです。しかし、お手元に配布してくださいました資料集ですね、まあ、北海道から持ってきた生の資料ですね、たくさん皆さんにお渡ししたいと思って、皆さんも入れておりますので、まあ、大体主要な資料が入っているかなと思っていますので、まあ、この資料をですね、主にお手元でご覧になりながら、そういう形で進めていければというふうに思います。下に番号が来ますけれども、
まあ、1ページにですね、今日は私も長いページで、ね、1から6まで書くというし、今日になっているし、修行されている。ここから始めますと、これを順にですね、6回と全体をカバーしてですね、3ページからですね、まあ、全国と北海道の動き、5ページまで、まあ、ざっとですね、ざっとではありますが、年表的にですね、整理してみました。2010年ぐらいにですね、から反 TPP の、反 TPP のですね、運動が、まあ、広がり始めるようになるんですけれども、TPP は北海道の温度に直撃するようになって、ね、まあ、直感的に分かりましたので、私が所属している北海道温度高橋の会という会で40年ぐらいの店があるんですが、そこで、この記者と会話の人が50人ぐらいだったんですけれども、そこで、まあ、すぐに議論をして、研究会を重ねていく中で、これはかつてない北海道の危機だということで、講師団を結成してですね、HJAQ は北海道農業産業協会というのが中ですけども、アジアの講師団は12人でした。そこで全国の農業産業を派遣して、学習会を展開するかというのがありました。11年ぐらいからそういった学習会に講演するというのがあって、発達しています。私の講演も十分に行くメーターの3年間ぐらいのペースで増えたんですね。ました。まあ、その間、TPP というのは非常に幅広い、深い問題なものですから、各分野の分析と批判に追われるという意味が存在されているんですね。その中でですね、サブさんの方で東京の分析チームの施設というのは、重要な参考資料をさせてもらいまして、私たちはじめですね、学習と、それから、農業の研究という非常に役に立たせていただきました。その中では、大野海道の、ね、運動を、まあ、展開してくるんです。まあ、その間、資料では、21年、22年、いろんな目標とか、活動を見つけて、話してきました。これらの活動はですね、オール北海道の国でして、まあ、農業団体も、消費者団体もですね、それから同系連として、経営者の団体ですね、同系連、そこも参画して、それから北海道庁が人権を務めるというですね、そういう労働会議というのを行ってきて、まあ、文字通り大野北海道で感じているというふうに開催してきました。でその中で私なんかは感じたのですね、食の安全という問題がですね、この TPP の中でいろんな問題がありました。SBS の問題とか知財の問題とか関税とかの問題とかね、たくさんの問題があるんですけども、もし TPP が発表したらですね、大量の、安全にないかもしれない食料をですね、日本に入ってきますよという話をすると、なぜかピンとくるようにですね、自分の食卓が変わるのかというような感じで、興味を持ってくださるという経験をしてきました。つまり、食の安全というのはですね、非常に当然に、訴える切り口になっていたというのを話してきました。まあ、それが大体2016年ぐらいの話でしたけども、2016年に、突然のですね、その、種子法廃止という問題が起きてきて、一気にですね、皆さんの関心が雨の動きですね。今まで、遺伝子組み換えとか、成長ホルモンとか、残留量とかっていう問題に、皆さんの関心が高かったんですが、そのための問題が出てきてきたら、一気に種の話をしてくれという感じで、申し込みがどんどん来るというふうに話に変わってきました。
それで17年にですね、閣議決定をされて、国会がすぐに開始を決定するという、4ページぐらいだったんですけれども、そんな展開であります。そこから話が、やっぱり国会ではどう変わっているという経緯がありました。それで、他にも伸びているというか、4月19日なんですけれども、総合議会でも、この総書会議に呼びかけて、全体で60ぐらいの市長で、北海道は今179市長なんですけれども、そのうち60の市町村が意見書を挙げるというか、北海道は50市町村が意見書を挙げるというふうに組み替えられていました。その頃からですね、やっぱり、かねという話になってまして、で5月21日に、ここにいらっしゃる小野さんが、小野田正彦さんの議論推進をお迎えして、シンポジウムを開いている。これが、一つの大きなステップとなって、道内で、さらに学習運動というのが始まっていきます。黒い資格が北海道に出て、白い資格が全国に出ているような印でございます。それから、今年の7月には日本の種を、日本の種を迎えるというそうですね。そして、2018年、今年に入りますと、4月1日に、出生法が廃止されましたけれども、いよいよ、なくなるのかということですね。とんでもないということがありますが、この今日は何冊か持ってきましたけど、この本をですね、北海道内で、まとめていきます。今北海道種の会のメンバー、主要メンバーが含めて10人の校長なんですけども、北海道内で種を考えているという話をですね、まとめてきました。そういうことも手伝ってですね、各地での学習会のものがですね、広まったと思います。そして、この3月24日の、緊急フォーラムですね、今年も、それにこう間に合ったんですね、学校が整備を作りました。そこでちょっとですね、一つの事故っていうんですかね、何皆さんの関心が高かったのかということを実感したんですよ。つまりこのフォーラム、3月24日のフォーラムというのは、大体100人ぐらいの会場を取ってたんですよ。途中で100人ぐらいの会場を取ってたんですが、どうも事前にですね、問い合わせがたくさんあるということからですね、いや200ぐらいにしておいた方がいいでしょうというふうにして、200の会場に切り替えました、直前に。そしたら260人の方が来たんですね、通路の方が来たんですね。そしてその山田先生が話されて、私も少し話してしまいましたけども、そして実験委員会ですね、ここ辺りで260人の方に、もう熱気がすごいんですが、これからその北海道のね、他のことを考えていきたいと思いますと、一緒になって、協力したり、迷ったりして、これからね、していきたい人が、お前を書いておいててくださいって言ったらですね、120人の人が出てる。半数に近い人が、ね、出てきたんですけど、出ますね。で、自分以外で、これはすごいことが出てるんですね。で、この会場の、こう、熱気って言いますか、エネルギーをちゃんと受け止めなきゃいけないねっていう感じで、それで北海道に、そのセンターとなるべき組織を作ろうということになりました。私もちょっとご想像の点になっているところなんですけども、そこでですね、その時のフォーラムの実行委員の中心だった50代の人で手分けして、道内の世の中としてそう呼びかけていたんですけど、7ページにもそうですけれども、今これ世話人名を書いてますけれども、発足するときは、設立呼びかけ人という感じになって、これ各界ではいろんな業界に対して、
したんですが、まあ、見る人が見たらですね、北海道民が見たら、すごい人たちだねっていう感じの人たちがいたんです。一番上の浅田さんは元福祉ですし、それから、まあ、北大の名誉もありますし、それから、まあ、弁護士の西本もありますし、東京の上大学もありますね。それから、札幌市の元の弁護士の政治長もありますし、それから、まあ、農業団体の頭、政府の頭もありますね。まあ、名だたる人です。この38人の名前で、設立を呼びかけて、今年の6月を15日、タレント会を発足しました。まあ、ここでちょっと振り返りますとですね、まあ、出資法廃止という問題は、2年前ぐらいですけども、ここで来るのかっていう、まあ、驚きがありました。地域問題は、ずいぶん全面的な問題として取り組んできたつもりだったんですけど、それでも種の問題はちょっと抜け落ちてたんですね。私は、まさか、種を生産する仕組みをなくすなんていうふうに一位働かなかったんです。で、僕の仲間もですね、以前の専門家の先生に聞いたんですけど、配信があるぞっていう直後で、種子法とかそんなことあるわけないでしょっていうのがあったんですけどね、まさかそんなことはありえないというところなんですね。手がつかないとしたという考えでした、まあ、それを実行されてしまったと、そして彼の介護を裏をするまで来ましたけどね。この種の会ですね、設立の時に、採択した文書でですね、8ページから載っています、活動の方針なんですけど、8ページから載っていますね、これが活動の方針なんですけども、あと、今載っている設立というのは、規約、会の規約というのを採択しました。で、活動方針のところを見ていただきたいんですが、8ページと9ページについて、当面の目的というのがあります。1番はですね、公的収支事業の継続という、まあ、これはこの時はまだ対象収支をどのように設定するかというのが、チームが変わってませんでしたけれども、今までやってきた、国や都道府県の責任で、ちゃんと生産の計画を作りになれるという、まあ、少なくともこの問題に関してはですね、それをやってくるんですが、それを継続させるようになるというのが出てるんですね。2点目は法律条例などの整備と財政措置、まあ、ご承知のように法律がなければこういうのはなかなかないですし、関係的にだから条例がなければしっかり人や予算をつけてこそ維持できるわけですから、それを保障するような仕組みを求めていくのではというふうに思いました。3点目は試験の民間流出です。まあご存知のように農業競争力強化者を含めて民間への試験の流出という提供というのを求めているわけですが、民間企業の中には外資も当然入っているので、外資の中には、巨大なですね、多国籍の企業の出資企業も入っているんですが、そういうところに、流出した場合には、まあ、単純に言いますと、北海道の今一番売れている、美味しい米はゆめぴりかと言いますけども、ゆめぴりかが遺伝子組み換え、塩味組み換えですね、変えられてしまうよという懸念というのが結構お考えになっていまして、それを進めることができないのかというふうに思いました。もちろん、農家さんがですね、一番思っているのは、安くて安定的な供給ですね、タレント。
今まで通りできるかっていうのが心配が一番大きいんですけど、もう一つの心配は、自分で種を取ってらっしゃる人が、これから取れなくなるのっていうのが、それが4番目の、農家の種子権利用という方法があって、農家採集が引き続きですね、縮小されるようになっていくやっていけるということも見てるんです。だから5点目が、GM 作物の栽培と流通の防止、これは TPP 発行になんでですね、いろんな面で今、GM の生産と流通を常に狙う動きが少し広がっておりますけれども、研究段階ではもちろん、もうあとちょっと押せばガーッと食べるようなですね、ところまで来ていますという方が世界一、GM の消費数の良い国になってしまいましたのでね、おそらく GM の技術からすればどんな作物も例えば、ラウンドアップ体制にできるくらいですね、ものがもうすぐになるんですし、何もその、一定の除草剤体制だとか、アレルギー理由を提供するとか、いろんなものが受けられるような、体制を整っているところなんですけれども、そういうものは嫌だという人が多いわけですから、農民の場合でも北海道が、農場が世論調査をしますと、大抵、農産休というのは8割になるんですね。GM は新規のものですから、食べたくないとか、安全性とか、信頼できるという人が8割になりますので、その声が常に反映しているのかと思います。こういう、一応5点に絞ってですね、タレントをこういう目的で作りましょうということで、コメントの最初ですね、参加しますようにということですね。で条例を作っていく場合はですね、ここのタレントとしてより包括的な、条例で、かつ消費者と生産者が共に狙うようなタレントですけれども、追求していきましょうというのをしてきました。その頃はですね、北海道は、農場は、ちょっともたもたしてまして、他県では、もう廃止される1年前から、つまり国会で廃止を決めた直後ぐらいが動き出して、もうすぐ条例作りを決めていて、1年後の今年の3月までには、総務最高の皆さん、おしろいましたですね、一応、研究所を作りました。それでも北海道は動かなかったですね。新たなルールは作りますということが、ことが、言明してたんですけど、それは条例なのか、それとも条例を行うのかというと、最後まではっきり言ってなかったんですよ。それで、やっぱり、道路とってね、最高法になる条例にすべきであるということを、どんどん北海道に対して、送ってきたというのはですね、その中に、私たちが実際に求めていったのは、ここに挙げたように対象種の拡大、在来種の地域特定種の進化、農家などの実際試験の進化、民間企業への種子試験の提供制限、電子公開作物開発生産の規制、あとでちょっと詳しく言いますけども、こういうものをずらっといただけることになります。それからお手元で言えば9ページですね、そしたら10ページにありますように、ただ単にこの条例をですね、どうぞ受け止めていくだけの組織ではなくて、他にも他にというそのものをですね、ちゃんとこう理解してですね、何が大事なのかというと、何は絶対守らなきゃいけないのかというと、みんなで別途で考えて行きましょうというのですね、より広めの組織になるんですが、もうちょっと広めに行くと、もっと自分たち楽しみましょうよという話になってきて、まだまだ僕たち知らない種というのがあったんですよね。豆なんてものすごい種類ありますし、北海道の米でも120くらいかな、持ってますけども、そういったものも一つ一つどういう
美味しさがあるのかですね、どういう人が食べると体に潤しやすいのか、それはどこで作られているのか、そういうのを知りたいなと思って、まあ、一つずつこう食べをですね、食べていこうというふうなこともですね、企画にしていると思います。で、ここに今 3番のですね、北海道が中央農業試験場の遺伝子原理をして、滝川というところがありますが、まあ、北海道の人間ですね、これこの間下見に行ってきたんですけど、おそらく日本で最大の届け出るのが人間なんですけども、2万8千種のですね、カルテがありました。大病院 の、ね、カルテの倉庫みたいなのがあってですね、そこにずっとこう2万8千枚が並んでるんですよ。でそれとコンピューターが連動してましたね。例えばそのこの子が父親が死しかけ母親が亡くなったんですけど、そのいつごろまくといいかですね、この品種はこういう肥料が豚の豚の豚が一番合うとかですね、それから日照時間は何時間に使用必要だったんですね、まあ、そういうことがぎっしり入ってるんですよ。これがチームバルなんですけど、その種そのものもですね、その大きな冷蔵倉庫、建物、この建物で1軒ぐらいの倉庫にきちっと一個一個の品種を瓶に入れてですね、保管されているんですよ。まあ、こういうところをですね、実際見に行ったら、皆さんがね、楽しいんじゃないかと思ってですね、今、バスツアーを計画しています。で、滝川岳行って帰ってくるのももったいないからということでですね、東別っていうところにこの間行きまして、収集坊っていうのがあるんですよ。ご存知だと思うんですけども、例えばですね、どっかにですね、後ろの方にですね、ある土曜日作られている地面が29ページになりますね、あるんですけども、29ページですか、米っていうか水っていうか、福祉化種子、これは要するに農業試験場とかですね、で最初に作られるカルテです。これがいい種だというのが分かることで、現金種という形で増殖します。でそれをさらに増殖するわけなので原種という形になります。そしてそれをさらに増殖すると最終という形になるんですけど、この最終も取る畑、田んぼを採集保存です。でここで取られた採集を農家に渡して農家がに生産してもらうという、まあ、こういう流れになっています。一番先この採集農家の一般生産の手前の採集は、種取り農家さんと通称言うんですけど、種取り農家さんに委託するわけですね。国連が委託するわけです。あやちゃん、どうだこの採取法を実際にマネージというか管理しているのが大変でして、例えば当別という当選の当当たるという字に分かれるというのは、これから1時間ぐらいの話なんですけど、その当別の稲の種子生産組合かなという名前の組合があって、確か20個ぐらいの農家さんですね、稲作農家さんが結構接してるんですけど、そこがあんたたちとあんたたちは夢見たので、C さんと D さんは7つの仕事を分けてですね、それぞれが 1品種だけを作るんです。それで夢見たら当たった人は夢見ただけを自分の畑の田んぼにですね混ぜて、そしてちょっとでもこう穂がですね、曲がってきたり、あるいは短かったり、長すぎたりすると、それを引っ込むことですね。で、成績のいいのだけをこう自分の田んぼに戻していく。きれいな田んぼですよ、見ればですね。で、そこから出てくる梅ピリカをコンバインで刈るわけですが、他のコンバインは大きいので、他の田んぼにも増しつけますので、梅ピリカ刈り終わったらですね、全部分解して、そしてエアコンプレッサーで、一つも残らないようにしてですね、そしてまた全部組み立てて次の順番に
それからその種子生産組合で一つの乾燥場を持ってまして、まあ、乾燥場にはたくさんの瓶があるんですけども、いちいちその品種を切り替えるときにやはりどうも分解してオペレーターで徹底的に掃除する、まあ、混じっちゃいけない、それから発芽率が低下しちゃいけないというところも、ね、組合の皆さんは頑張っていると思います。まあ、そういうところを見に行くとですね、非常に面白いので、こういう見に行きたいなと、みんなで今見学ツアーを通してみるというす。それから種を食べるというのは、これも発足直後のキックオフイベントとしてですね、やりましたけども、その時も皆さんに来ていただいてですね、一緒に選びたいと思います、次回というのもありました。それから5ページになりますけども、7月8日のイベントですね、種を見て食べて食べたいという会なんですけど、これもやりまして、また何か発足した直後に、ね、そういうのもありまして、まあ、食べる会っていうのは要するに種を直接食べる豆みたいなやつもあったんですけど、あとその貴重な小麦で作ったピザとかですね、おにぎりとか、まあ、そんなような、食べる美味しいイベントをですね、やっていきました。まあ、それで、あとは料理教室や現地見学会とか、農家さん、いろんな種類の作物を食べようと思っていたのも、できたばかりなんですけどね、夢ばっかりだったんですけど、あと、できた直後にあったのは、Facebook の解説というので、これは今でも生きてますので、ぜひアクセスしてみてください。それまでの活動がざっと分かるんですが、それからもう一つやってきたことというのは、実際に条例を求めることということなんですが、私たちがちょっとイベントに戻りますと、5ページなんですね、6月15日に誰もが発足して、こういうような活動を新聞に発表しましたが、新聞に載ったんですけど、もともと6ページに載った新聞がちょっと2ページに載ったんですけど、設立されたということが公表されたちょっとですね、7月4日、それまで、北海道新聞から、知事は消極しているという感覚というのを書かれていた人がですね、7月4日に条例制定を表明しました。記事はですけど、この大々的に記事になりました。知事が表明しました。そしたら、道庁の幹部とかですね、幹部が、元女性との OB だとかの人ですけどね、私たちに頼むのではなくて、読み上げたなという感じの、感謝のことがたくさん寄せられました。それから私たちがすぐにやったのはですね、条例の検討です。実際これから条例を求めていこうということをしましたけど、どんな条例を求めるのかというのをですね、先ほどご紹介しました活動方針案の目的のところに、具体的な条例の形にするという議論を今研究しているというところなんですが、それがですね、11ページ以降です。11ページから12ページが条例制定にあたっての要望書というところで、13ページから15ページが、趣旨基本条例案というものです。これは、あの場合 その条例検討プロジェクトチームが、中山先生が作り上げているものなんですが、要望書の方を見ていきますと、9点を要望しています。1点目はですね、
目指すことを1位となりますけども、まあ、種が、決してその、四季業の主義財産ではなくて人類共通の財産であるという知識をですね、はっきりさせるところから、食用アマトと製造権を使用するような条件であるという、そういう種の位置づけから始まっているんですが、引き続きその公的機関と農協法などの関係機関が連携して開発・生産を宇宙という体制を維持して発展させるべきだということが大事です。12ページにおきまして目指すことを2ではありますけれども、遺伝子研究が所属する株式会社などに他にも大事な遺伝子源として流出させることがないようにする、先人に扱われることがないようにする、遺伝子組み合わせの技術の応用なんかをさせるようなことがないようにする、安全安心の疑わしい種子と食と農業が生まれることがあるようです。まあ、こういうことです。それから3番目は対象種子です。米麦大豆の産材本数に対しては、9号のご責任に対して、ね、引き続き話されるようにしているということと、4点目は、この産材本数以外にもです、ね、大事な作物がたくさんあるんじゃないですか。例えばバレーション、ピーですね、相場、ザスマメトルなんですけども、野菜、果樹、果樹、牧草、これは若いものが得意なものばかりですけども、こういう重要な作物に関してもですね、個人機関の関係機関の連携で、種子が広く普及されるような体制を作り出されていきましょう。5点目、有料品種。多くの品種があります。これね、17ページにですね、ちょっと概念図をしてみますけど、17ページです。これは、種の会が描く新たな種子の仕組みの概念図ですけども、実際に北海道が指定する条件指定の有料品種というものが現存するわけです。それは右上に書いてますように333品種あるんです。これは知事が指定しています。でこれが16ページにですね、その内訳がざっと言っていきたいですね。で一番上の種類の作物というのはこれに来ているんですが、水筒、小麦、二条大麦、大豆、合わせて50です。この50品種は旧種子法の対象品種になります。で差し引きしますとすぐ分かるように283本のですね、作物が主要の農作物以外にも有料品種です。この種たちはどうするんですかっていうことですね。この種も積極的に支えていきましょうというのが私たちの主張です。もう一つはですね、6番目の農業項目12ページの農業項目の6番目に書いてますが、在来種や地域限定種の主張、17ページの概念で言えばちょっと横に開けたいマグで書いてますけど、在来種や地域限定種の中にも農業品種があるわけですね。こういったものを支えていくようにしましょう。それから7番目に自家再生等の研究を行いました。8番目は財政上の組織、9番目は種子条件の流出組織、こういうものを具体的に審議して要望書として行知事宛ての文書を運営する自治省に出して、準備が長いと話をしました。それから道議会に行って道議会議長の要望を渡してですね、これも長いこと話をしました。それから道議会は前回が回りましたので、この要望書と条例案を渡してきました。条例案というのは、13ページぐらいに載せましたけれども、この要望書を具体的な条例の形にするとしたら、こういう文章が考えられますねということを、種の会として作っているんだと。で、この条例案ですが、
一番上見て、いただくと分かるように、一番13ページですね。名前がですね、北海道農作物種子基本条例なんです。決して種子農作物種子条例ではないです。しかも種子条例じゃなくて、種子基本条例というものだと注目していただきたい。より包括的な、抜本的な改革を、この際求めるというのですね、思いがですね、ここに込められています。でこれはここに見ますと、ちょっと時間がなくなってますので、もう大体今申し上げたような要望書ですね、具体的に書いているようになります。今後だけちょっと見てみますけどね、13ページですけども、前のにですね、種の位置づけっていうのそれからなぜこの趣旨条例、基本条例を作るのか、どういうことを決めているのか、目指していくのかという目的をつなぐ場合の中に入れています。第1条からその具体的な格論ですけれども、第1条の目的を入れ、目標の中心になる、前文のところに改善するようになります。前文のですね、1、2、3、4、6行目、食と農業に関わる道民に対して多様な品種を供給し、食料安全保障に寄与している責任、この多様で、多様な品種というそれから、というところですね、味噌とか、それから13ページの下の方、有料品種や生産者等という言葉の定義をしています。それから、これも珍しい定義ですけども、第3条以下はですね、農場の責任と、から一番下、生産者等の役割、次のページですけども、これが大事に、大事に農民の役割というのを、それぞれの役割だというのがあるかということを書いています。それから、有料品種は進化しているという。第7条は、種子計画の第8条は、移住した種子の設定、そして、業務農業の研修の設定、そして、農場の設定ですが、それから審査、これもこれまでの研究となりますけれども、引き続きやると思います。新しい要素は、12条の在来種の生産です。あえてですけど、条例があればいいんじゃないかという議論もありましたけど、あえて14条の財政上の措置というものも付けられていました。そして、大事な流出防止の条項も15条に入れて、このような構成になっています。それぞれの県でいろんな事情が違うと思うんですけども、北海道東北に品種が多いんですが、その中で、全部が全部ですね、道が直接生産してということは、これは現実的じゃないです。これで17ページの概念図が出てきたんですけども、17ページの資格が二重になっているということですね。重要品種は多分最初から見えるんですが、この中で特に重要で有料品種というのを、設定しています。それは、規約で言えばですね、第30条に1行目ですけども、道は農産物の品種の改良を特に重要で有料な種子の生産普及に関わる施策を計画的に推進、そして途中、そこに入れていただきたいんですけども、道の責務として、開発生産も含めて、仕事をしてほしいというのが特に重要で有料な種子として、それ以外は直接生産開発や開発生産や生産産業ではなくて、タオネギや社会ご飯とか、そういう民間企業で、この辺はパワーしてます。それをもう、今取り上げるというのは、それやっていきましょう。引き継ぎ、民間企業をもらうわけですが、計画策定と普及ぐらいはどうで、
やれるでしょうし、そういうコントロール、法的なコントロールは引き続きやっていくかどうでしょうかというのが主張になります。でその、どの品種が、どの作物が重要品種にとどまるのか、そしてどの品種が、特に重要で重要な品種に格上げするのかというのはその時に決めました。例えば主要農作物の種種法で、規定されている畑かぶりというのがあるんですけど、あれは北海道で生産の実績が実態がない、栽培がゼロなんですよ。だからそれはもう自然に外したし、臨機応変の対応ができるような仕組みをですね、やっぱり立法にした仕組みなのであります。そしてこの要望書とこの条例試案というのを提出しましたら、まあ、結構反響がありまして、農会とかですね、あるいは農業の方針みたいなのを、うん、いいものに説明してね、からですね、ちょっと話を聞かせてほしいということでですね、たくさんリクエストをして、話をしていただきました。そしたらやっぱりですね、それが審議会の議会に反映するわけですね。8月の29日、まあ、5ページの方で、8月の29日に、農場が、どうが、農政審議会で、農業の農村振興審議会というものなんですが、そこに骨子案を出します。骨子案というのは、どうでしょうか。この骨子案をどうが出します。これは条例の2つぐらいのためにも、フレームワークになるんですが、それを出します。それからすぐ下の9月4日には道が道議会に出して、要請状に委員会を出すことですが、そこに出した道の骨子案というものはですね、もう丸々後ろに載せておきました。18ページ以降です。18ページからずっと後ろの方にですが、若干紹介しますと、18ページはですね、スケジュールがあるんですよ。資料2の1ですね。これが最初は8月の29日ですね。で、同じものが9月4日に協議会に出されました。これ見るとですね、8月の29日にそのぐらい会見の審議の人なんですが、10月と12月に縦なんですけど、真ん中の方ですが、審議会が計3回開かれて、まあ、この中で、趣旨部会というのが最初から作られまして、趣旨の専門家の方に入力局に入ってましたして、趣旨部会を審議会の下に設けて、努力が始まったということですが、それをまあ大体この8月からですが、足掛けの部分が8分の11時仕方で大事なことで、審議を終えて、同調としては年明けの第1回定例会議会ですね、条例案として提案したという意向のようであります。まあ、非公式に私もそう思いました。で、じゃあいつに制定するんですかというのは、大体それは来年の4月に知事選があるわけですから、それの感じを睨みながらなんですけど、できれば年度内、今年度内、来年の3月までに、条例として制定をして、で、新年度から、それができるようにして、まあ、こういうスケジュールであるようなんですが、問題なのはどんな条例にするのかという中身ですね。それが19ページ以降に初めて示されたんですが、全部の7ページになりますけれども、それを解説しているのが10、20ページ以降になります。で、この若干この回を見てみますと、やっぱり懸念していたことがですね、最初から出ました。つまり、タイトルの方はですね、主要農作物の種子生産に関する条例。私たちが求めた種子基本条例というのとはちょっと違う。主要農作物とも最初から言っているんです。それから種子生産に関する条例というふうに、
まあ、仕事を狭く限っているっていう感じの条件案としてこう出てきたんですね。でその中身ちょっと見ていきますと41ページなんですけど、やはりもうはっきり書いちゃって41ページの20資格の中に一部なんですけど、主要農作物確保稲、麦類および大豆の輸入の場合、品種の安定的な生産を定着させる、まあ、ここで急というのは出てきますけども、作物はやっぱり3つに区切るに限っているという感じの輸入になります。まあこれはちょっと口頭で、なんていう話を聞いたら、どうするかな、それはフレクシブに考えますとか言いますけども、これでも書いてるじゃないという感じですね。主要農作物の面積はこんなにありますよとか、資源の件数は、豆類、これも豆類という言葉をちょっと大事じゃないですかと思いますが、豆類と麦類と2年類としたら、全部で言いますかと、ちょっとこちら読んだ話をしてますね。それから22ページに行きますと、目的の2で、まあこれもですね、これまでの人間症の特徴が適正な適正な組織の内容や調整なども、パワーだと思うんですけども、そして飛ばしますと25ページで見えますね。ここはちょっと種の内容の主張が大変かなと思っているんですけども、同居主治生産者より管理機関団体の責任など新たな二重資格になる、新たな条例を制定にあたっては JDP などの民間活力を最大限に活用するといった農林省の趣旨も踏まえて、同種子生産者及び関係機関の団体の役割のこと責任の明確化などを運用可能とあります。まあ条例ですから、法廃止の趣旨、法廃止というのが一つの法ですから、この趣旨は踏まえなきゃいけないと思いますけど、まあ、この中に、JA グループは、まあ、私は信頼できると思ってますけども、この NATO ってついてるんですよ、JA グループ、NATO、民間化する部分を最大限に活用する。ここには当然、公的会社で言えば、民間化してやるのは大変、思いますよ。大陸の業者があるんですかって本当に質問したら、でもかもしれないなって言われますけどね。そんな感じの状況になっています。それから26ページはですね、まあ地方認知として認定する。ですから地方認知認定は通常的にやるということは確認したわけで、しかも27ページにあるように、医療品種の認定審議会というのを新たにしています。というのは、まあ、これは過去半歩前進ぐらいだと言ってくれているんじゃないかと思います。28は、社会農地総合研究機構、これは農業試験場なんかですけど、北海道では8つの農業試験場がありまして、それぞれの地域に合うような話をしているんですが、そのセンターであるその総合機と連携しているんですけど、この等もちょっと今すごく大事なんですけども、それから31ページ、これは大体これまでの業種の業種の整理管理とか審査とか研究をしているというのが、32ページは、これにちょっとしたら変わっていくんですけど、男性の組織に対して動けるということですので、ちゃんと答えをつけますよというふうに、何らかの形で書くんじゃないかというふうに期待をしているんですけども、まあ、これがですね、以上が、道が出してきた方針なわけです。これに対してですね、まあ、彼の会は、この方針をどう評価したのか、もちろん、条例検討審議の趣旨に、議論してきました。
それでまとめたのが、33ページ以降の、4枚です。32ページ。ロシアについての北海道に対する、公開質問書というのをまとめました。これも18日、つまり4日前の、2日前にですね、どういう、渡してきたばっかりなんですね。渡した直後に飛行機に乗りまして、ございました。航空会社法上に今集約されているんですが、ちょっとバラバラと21点にありますので、全部は紹介できませんが、要は、その要は主要農作物と言っているものは何なのか、何と何のか、はっきりしてくださいね。でそれはもし、小麦、大豆に限るんだとしたら、その根拠は何ですかというのが、それからそれ以外の、どうはすでに有料品種として決めている280条の、作物に品種があるわけですが、それらの中には、主権を果たさせるというのがあるんです。それがですね、さっきの16ページに、戻っていたんですが、16ページの2段目はですね、主権を果たさせるというふうに言われているので、中国最強の可能な運用をしたら楽観効果でしょう。そうですね。でこれが、どうとしてですね、この、主要探すことをするというのが、ものに戻っている。危険を持っているんですね。公開質問上の、6番目が、審査要項というものを守っていまして、主要探すことを趣旨する。どのようなものを指しているのかを改めて聞いていきます。そのほか、日本のアンピートや、カウンドや、リアルや、日本のアンピー皆さんの国会予算としては、ラジオの、ね、ある作物が並んでいますが、そういった作物をどうやって支えていくのかですか、ということを改めて。それから、そしてあとはですね、知財の本部ですね、用意しているのかなというふうに思います。で、ただ材料費とそういうものが一切入っていませんので、それはどういう続けるのかというふうに思います。ちょっと長くなりましたが、時間があるというふうにしていますので、最後にですね、これらの取り組みと、我々がまとめてきた条例案が何かで見えてきたことというのを、これ画面のことですけど、ちょっと私なりにまとめてきました。以上、これはフィンドには申し訳ない。お一人の中で聞いてくれてたものなんですが、3つ見えてきたんじゃないかというふうに思います。強い業務の関心が、石油の存在もそうだと思います。いろいろと消防士の限界を見て、新宿市が大きな壁であるということなんで、取材が大きくなったので、自主的な時代を考えするんだと。少しだけ解説しますと、最初に、種の会のお薬でも、分かったのは、特に消費者、特に女性の安全安心の食を求める、これは安全安心の種を求めるというのに直結するわけです。遺伝子組み換えの種であってはいけない。安価で安定的な種子を求めるという文化は、この2つの3章のポイントが非常に強いということを私は実感してきました。1年ですね。それから2つ目、加工水機能の存在もそうです。着実にですね、やっぱ欲しいものを、取りに向かってきてるわけですね。農業、農産物、農地、水、種子、種苗まで、ね、取りに来ようとしてるっていうのをですね、しばらく感じます。そして、その際に邪魔なものは消していくんだ。農業も邪魔、人間みたいに、農業的なものも邪魔、そして種苗が邪魔だったんです。でこれは規制改革推進会議というものをですね、ヘッドとするですね、体制で。が
これを推し進めていますリーダーシップここですからね、主人の会社のリーダーシップで、それを支えているのは日米高校教育ですから、こういうものをなくしていくということが、一つ課題として見えてきたなというふうに思っています。それから、今来る条例案の中でも説明しますけど、やはり地方自治体の取り組み、それから地方県の条例だけではですね、なかなか限界があるということも同時に知ったんです。例えば自家採取権とか在来種とかっていうのがで条例上でいろいろどうやって書いたらいいのかって考えたんですけど、表現しにくいわけです。なぜか法律に規定の定義がないから、文化種試験とか種苗試験とか種子の共有財産制度で種子の位置づけとか基本的権利構成というものを整理した法体系が今日本にないからだと私は思います。旧種子法もない、復活法案は旧種子法も完全コピーですから、そこでももちろんない。それから今あの日本にある種苗農業農村基本法にもこういった観点の権利規定がないわけです。それからもう一つは、法律に明確化されていなくても種子に対応すると安全な支援、自家採取の要件、在来種の支援、基礎種の支持ということは行政レベルでできるわけなんですけれども、中央政府レベルの対応が必要な課題も多いんじゃないかということも言われています。4点目は新中資源の可能になっています。私たちは、民間事業者に大事な岡山の大事な種と地形を渡してもらったら困るんです。それすぐに、多国籍企業に行くわけですから困りますよと、そこにブロックしてほしいというわけなんですが、それを党とか何とかという言葉の中に混ぜ込めに行くし、当然されちゃうわけですね。民間事業者への知見提供、民営化、民間参入、こういうものがですね、今日本の全体をですね、こう大きく流れていく地方といいますか、政治的な流れでありまして、これに反対するものはですね、いろいろ取れとけというようなことになってしまう。北海道も実は信じられないことに、道内の全空港が民営化されようとしていまして、今その道場が募っているという状況なんですね。あちこちの国から行く手が上がっているという状況なんですけども、そういうことがどこどこと流れている中で、この種だけは民間事業者、特にその民間株式会社に渡したらならないというのをどうこの歯止めとして条例や法律に書き込むかというのが、非常に大事になってきているかと思います。もう一つはやっぱ知財の壁になりまして、もう種というものがですね、1978年以降ですけども、特許化されている時代になっているんですね。ですから今それと同時に種の DNA というのが知財の最も大事な稼ぎネタになっているわけでして、そこにその知財権がかぶさっていると、そして有効なんかで、育成者権というのが重ねられると、もうそれは取り除くと非常に困難になってしまうというのが一つの考えだと思っています。それから今の状況をですね、北京しますとですね、原子分解作物がですね、そこら中で作られ、また、食べられるというのがですね、原子分解時代というのがですね、次にも到来するんじゃないかと、TPP 発行が一つの、発揮になると思うんですけども、これがですね、なんていうんですか、雪崩を打つのがですね、大事な種をブロックしておかなければいけないと強く思っています。最後になりますが、種子を守る市民上の課題を5点であります。最初はですね、おいしい種を守る運動を、一緒にやりませんか。これまでは TPP 反対ということを拳を上げとったんですが、そうじゃなくて、おしっこも食べようという拳じゃない手を挙げればですね、人々はもっと集まってくるんじゃないかという気がしまして、単なるそれは見せかけの話ではなくて、やっぱり食べることがやっぱり中心である、基本であるということですね。やっぱり全てのおいしいものは安全な食べランキングというのは、植物の種と
動物の種、つまり卵ですね、受精卵です。菌というのは菌類だと言うんですけども、この3つの貝、動物界、植物界、菌界、から生まれてくるというものが全てである。この種ある菌がですね、絶対安全なものじゃないといけないわけです。そうでなければ私たちの命は安全にはつまらない。これをですね、美味しいものを食べて死亡と。それから、これは新たな提案ですけど、美味しい種の地球作戦。もう遺伝子組み換えがあふれるような時代になったら、絶対に安心できるようなものを自分たちの手で作るしかないんじゃないですか。そして、最後の手段は種の完全自給。市民の手で安全安心の種をですね、保存、生産、普及なんですよ。つまり、公的事業がもし崩壊した場合にはですね、誰かがやっていけないんですよ。民間企業に任せたら大変なことなんですよ。市民の手で、今まで国や都道府県がやっていたわけで、国や都道府県がもし、お手上げになっちゃった場合はですね、市民の手でやらざるを得ない。そのための民間シードバンク、種の箱舟というのを、作っておかがかという、今、今日の議論の話を始めています。都内、土地が広いものですから、少し大きめの土地を買ってですね、そこにありとあらゆる国会の財団財団ですね、巻いて、毎年行って、生産できる、する気はないなと、旅客のときにもという感じもありますけども、そういうことをこれから考えていきたいです。最初の力で、これを国民運動にしましょう。首相がない今、種をどうしたらいいかということを考えることから始める。4点目は、基本法の補強または消去法。今の現在の農業食料農業の基本法にはさっき申し上げたような規定はありません。食料指定の視点から規定する答えがないものを作らなきゃいけないです、ね。あるいは現在の基本法で補強ができていくならばそれでもいいですけど、そうでなかったら新たな基本法、例えば少なくとも種子、種類の基本法、そういうものを作っていく必要があるんですか。差別が、TPP 脱却は不可欠ではないか。これはどうしても足かせになります。TPP や日本側が脱退脱却ということを考えざるを得ないと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。特に後半ですね、具体的ないろんな活動への提案、アイデア、たくさんいただいたと思います。で、質問の終わりでしょうが、まとめの最後を1時間ぐらいに時間を取っているので、その時にまでまとめます。伊沢さんたちですね、北海道の、いろんな方々、農家の方、研究者、伊沢さんたちも書いてますけども、消費者の方、こういう本を出してます。種子法廃止と北海道の食品の、これ実は北海道の出版社のが出していて、素晴らしいところなんですけど、種子法廃止もいろんな種の本出てますが、なかなか実は東京で知る人は少なくてですね。で次は私の方を紹介します。次は新谷智也さんに、石田さんのお話も踏まえつつですね、もう少し、世界の動きですね。そして、世界でも我々と同じように、種の権利、種の権利、あるいは、消費者の安全、安心な食べ物、種をですね、求める運動というのは、そこここにあるわけです。で、こうした話をですね、伺って、さらに深めていきたいと思います。それでは、新谷さん、お願いいたします。どうぞ。ちょっと音大きすぎますかね、大丈夫ですか、頭痛くなったりしない、響き聞こえにくいとか、わかり、大丈夫ですか、はい、すみません、今日は本当、さまざまな方たち、来られていて、多分、農業であるとか、産業であるとか、そして本当に非常に詳しく、もう実務にも、さまざまな形で携わっておられる方、それから研究を長くされている方を前に、僕がこうやって話していいのかな、社会に説法するんじゃないかなという、そういう緊張をしております。拙い説明だと思いますけども、どうぞよろしくお願いいたします。
じゃまずですね、今日少し北海道の例と世界はどうなっているということで、少し世界の方に、焦点を当てたお話をしたいと思います。で今ですね、この種を独占する、多国籍企業が独占するこういう動きというものはもうはっきりと見えてきていると言えると思います。その際、その多国籍企業がその種の支配の原理としているものが先にほどからありました知財、知的所有権、その中でも、育成者権というのと、あと特許というものがあります。でこの特許に関しては認めている国と認めてない国があります。例えばインドという国は認めておりません。ですけれども育成者権、種を開発してきた企業の育成者権というのはほぼ、世界中が認めているというような状況がありますけれども、それも世界の政府それぞれは、異なる、立場を取っております。農民の、種の権利を守って、それを認めない、制限している、国もあれば、日本やアメリカのように、全面的に認めている。基本的にですね、特許というのは遺伝子組み換えからスタートしたとも言えるようなものです。遺伝子組み換えの場合には遺伝子組み換え大事とかに、本当に、特許を認めてしまっているんですけども、日本政府は遺伝子組み換えでない、従来の方法で、作った種に対しても特許を認めていると。日米政府はそういうような姿勢をとっております。でこのようなものがですね、このユポフ、UPOV と書いてユポフ条約と呼ばれますけれども、これが、国際的な条約枠組みとして、この間、ずっと、来ていたんですけれども、基本的にこれってとっても人気のない条約でして、多くの国はまだまだ、批准すらしてないというところです。しかしこの、どういうものかと言いますと、何度も何度も、改定されてまして、1997年、ついに遺伝子組み換え企業、種子企業が開発したものはその、独占的な、知的所有権を認めると。 そしてそれを農家が、農民が自家採取すること、禁止するという、そういったものになってしまいました。このユポフ1991と呼ばれるやつですね、これが一つの大きな脅威となっております。もう一つの脅威が WTO ですね。WTO の中でトリプス協定というのが生まれてまして、これが押し付けられて、種の権利を、強制させられるというような状況ができております。しかしですね、最近この国際的な枠組みを超えて、TPP 含む、自由貿易協定、これを通じていわゆる先進国、日本、EU、アメリカ、米国、これが南の国にさらに厳しい状況を、農家の権利を奪う、そういうことが最近多くなってきています。でそしてですね、特にですね TPP などでは、今日は植物の種の話ですけれども、例えば動物の種、豚の親とかね、そのそういう種も日米政府は、支配することを、支配を認めるようにと TPP 関係各国に、提案して、それは一応入らなかったんですけども、そのようなことも起きています。そして、世界銀行というのがあります。これは日米、投資している国が多くの権利を持つそういう機関ですけども、ここでは要するに種から流通まで農業生産すべて国籍企業が自由にやらせなさい、こういう計画を実は作ってます。こういうものですね、つまり種から肥料、機械、市場からの水、全部、そういう農業に関わるあらゆる分野をこれ国籍企業にやらせなさいと。公的企業、大体どこの政府も、公的な、関与をしてきたんですけども、それはやめなさいというような、提案までしていて、世界中の、食を求める、農家、そして、消費者から大きな抗議の声を受けております。で今起きているのは多国籍企業による食の垂直統合。垂直統合って何かと言いますと、食っていうのは種に始まって流通で終わるわけですよね。これを食の上流から下流って言ったりしますけども、この上流から下流全て、その全てのプロセスを多国籍企業がもう握ってしまう、
こういう語彙が現れてきてます。で、実はこの種っていうのは、実は儲からないんですよね。それそのものが、つまり種を開発するのはすごく時間と手間がかかる。そして毎年毎年生き物ですから作り続けなきゃいけない。これはとても手間がかかるということです。ですから手間がかかる。その一方でどれだけ売れるかっていうと、市場に占める割合っていうのは実は少ないんですよね。ですから種だけでは儲からない。しかしこの垂直統合をすることで、これはライバル企業を全部跳ねのけることができるわけですね。つまりこの種を使ってこれを育てるときには、この農薬を使いなさい、この化学肥料を使いなさい、そうやって農業生産、さまざまな資材を一緒に売ることができる。これだけで、種の何倍もの利益が出てきます。そしてその流通まで握ってしまうと、これは本当に食のシステムを握ってしまえることになるわけですね。すごい、巨大な力になってきます。例えばタイには CP という企業があります。タクセ企業があります。でこの企業はなんとですね、タイの野菜の種の 57% をすでに独占している。そしてコンビニは 65% 握っている。つまり種から市場まで握っているんですね。でそこで、そういった形で他の競合他社を排除して、自らの儲けを確保できる、そのような動きがはっきりしてきているわけですね。実はその背後にいるのは伊藤忠だったりします。そして、この住友化学はモンサントと一緒に、今はバイエルになってしまいましたけども、遺伝子組み換えの、新しい農薬を作って、新しい遺伝子組み換えを作っていくという計画、2020年段階で、それを、世界に売っていくという計画をもうすでに出してきています。このような形で世界中の多国籍企業が種から、握っていこうという動きがはっきりしてきています。その結果、公的な種子事業、公的市場、これが狙われているわけですよね。でこれが、1996年遺伝子組み換え農業が世界で始まったのが1996年ですけども、これから、その世界のこの赤い丸が遺伝子組み換え企業なんですけども、これが次から次へと世界の種の企業、種子企業を買収していきます。その結果、現在はどういう状況になっているかというと、今これ6大遺伝子組み換え企業と言いましたけども、今6大遺伝子組み換え企業というのは買収合併によって4つに減っちゃいました。4つの企業が7割の種の市場をもう抑えてしまっていると。遺伝子組み換えってそんなにもう広がっているのかと思われるかもしれませんけども、遺伝子組み換えはもう世界中の人々が反対をしていて広がっていません。世界の大体 13% より少しいったぐらいの畑が遺伝子組み換えを栽培している。逆に言いますと80数パーセントはもうやってないんですよね。それぐらい抑えられてるんですけども、遺伝子組み換え企業はもうこのように7割の市場を抑えてしまっている。しかしこれ7割っていうとすごい話ですけども、実はこの数字には裏があるわけですね。どういう裏かというと、世界の圧倒的な多くの農家は自分たちで種を持っている、自分で種を取ったり仲間からもらったりする、そういう農家の方が大多数なんですね。例えばアフリカではそういう農家が9割に達する、ラテンアメリカに7割、アジアでも7割、そういう種を自分たちで持っている農家にとっては、モンサントやバイエルがいかに種を独占しようと怖くはなかった、怖くはなかったと過去形になっちゃったんですね。なぜかって言いますと、今世界中にこういうものが流れているわけです。モンサント法、どういうものかというと、農家が持っている種を使って農業をやったらそれを犯罪者、そして、その、作られた農作物は没収、そして農家は捕まったりあるいは罰金払ったり、そんなことをしなければいけないような法律です。そんなのありえないだろうと思われるかもしれませんけども、実際にコロンビア、グアテマラでは成立しました。どちらも農民たちが激しく戦って、かなり、グアテマラでは憲法違反があって一度、ぶっ壊れています。チリや、これ、チリとかメキシコでも現れてますけども、これも廃案になっています。戦っているんですね。だから、今、ですけども、そういった法案はもうゾンビのように死んでも死んでも現れてきてしまって、でそれが今、アフリカにも起こってきています。でラテンアメリカ2009年、これ
アメリカとコスタリカの中米自由貿易協定がきっかけで、コスタリカはこの先ほど言った UPOP 1991年条約、つまり種子の、知的所有権、農家の自家採取を禁止する、そういう条約をもう批准させられてしまいました。その結果このようなずっとラテンアメリカ中こういう形で、戦いが続いているわけです。でこれはですね、今アフリカを襲っていると。今アフリカ9割近くが種を持っている農家たちですけども、このほとんどの農家は、市場とは関係ない、お金にしないで自分が持っている種で、作ってそれを食べる、自給自足的な農家、そういった人たちが9割近くいるわけですね。その人たちが種を奪われたらどんな悲惨なことが起こるか、非常に大きな問題ですけども、これに対しては G8、 実質的には G7 だと思いますけども、 G7 がそういう、政策を、結構圧力かけてますし、ビル・ゲイツ財団なども深く関わっています。そして TPP、 日本の農業に壊滅的な打撃を与える、そういうふうに危惧されている TPP ですけども、 TPP は安い農産物が外から入ってくるだけではない。この UPOP 条約、これは、3カ国は全部批准が義務付けられます。だからチリとかメキシコ、先ほどモンサント法が退けた、廃案にしたって言いますけども、これ TPP が成立してメキシコや、ペルーとか、チリが、参加してしまうと、もう国内法で先ほど言ったモンサント法を作る義務がもう課されてしまうんですね。そういった意味で大きな問題があると思います。でこれポスターですけども、何に書いてるかというと TPP と一点の党ですね、レイ・モンサント、モンサント法です。 TPP とは本当 のモンサント法であるとして、この、チリとか、ここではアルゼンチンの法であるし、 TPP アルゼンチン関係ないと思われると思いますけども、実はこの今アルゼンチン、このモンサント法との戦いが今始まっている、そういう状態になっています。で実は日本政府はどういう立場を取ってきたのか。日本は実は、このUPOP1991年条約推進側なんですね。でこれがですね、もうずっとアジア、これアジアだけのチリとか、コロンビアもそうですけども、このさまざまな国々にこのUPOP条約を批准しなさいと、批准しないまでもあんたらの種苗法を、ちゃんと定めて農家の権利を制限して企業から種を買うようにしなさいと、そのような圧力をこのような形でずっとかけ続けています。そして TPP でも今進みつつある RCEP でもそのような主張を日本政府はしているというふうに言われています。じゃあ日本政府は種の政策についてどのような政策を取ったのかと見ていただきたいんですけども、日本政府はこの UPOP条約です、実はもう今から20年前の1998年すでに批准しちゃってるんですね。その時にこのそれに合わせて種苗法も変えています。だけど日本政府ってすごい、ずる賢いっていうのかね、もしここで農家の権利を否定するって言ったら大反対運動が起きたと思うんですけども、本当の時はこういうふうに言ったんですね。原則自家採取 OK です。だから農家の人たちもやっぱりそこで大丈夫だなっていうふうに思ったと思うんですね。ところが例外としてこれからは新しく企業が作るそういう種は自家採取しちゃいけない、そういう例外っていうのはあるかもしれませんよというふうに言ってたんですね。でこの例外が今年はこの20年間にどんどん増えまして300品種を超すというふうに言われています。そして今年こういうものが出まして、つまりですね、農水省はこの1998年、ここまでは基本的に自家増殖では、つまり自家採取ですね、育成者権というのは企業の権利、開発者の権利ですね、これは及ばない。だから農家は、自分が買ってきた種はいくらでも増やして構わないよ、これが農水省の姿勢だったんですね。それが98年変わります。基本的に例外として禁止することがあるよ。でそれがですね、2004年にはもうこういう研究会でこういう発表してるんですね。将来的には禁止していこうと、自家採取をダメにしていこうと出しちゃってるんですね。そして去年ピョンチャンオリンピック、去年でしたっけ、でイチゴでね、なんかあの事件うまく使ったのかなけども、要するにああなっちゃうと困るから
農家が自家増殖させちゃいけないんだ、自家採取しちゃいけないんだ、そうしたらもう企業から買うしかなくなって、あらって日本のイチゴが他の国に出ちゃうことがなくなるよってことで、今年の5月15日にはもう種苗法を変えて農家の自家採取原則禁止にしましょう、こういうこと話が出てきました。そういった形で日本政府はこの間ずっとそのまま締め付ける動きをしてきたのではないかと言えると思います。で、このその方で今、この話したこの件というのは基本的には、種苗法に関わることですね。そして昨年、廃止が決定されて今年の4月からなくなったのは主要の作物種子法で、これはもう皆さんすでにいろいろもうご存知だと思いますので、ここでは繰り返しません。この種子法がなくされることによってこのようなさまざまな問題が起きることが今懸念されています。その中でもやはり僕は特に強調したいのは多様性なくなっちゃうんだっていうのがやっぱり一番怖いと思うんですね。なぜかというならば、今例えば都道府県で全国で300品種を超えるお米が作られている。じゃあ民間、どれぐらい民間企業どれぐらい作ってるのか、どれぐらいしか作られてないんですね。例えばこれ住友化学の例です。住友化学は、非常に多くの品種を開発していることで有名です。4品種も開発していて、売ってるのは3品種ぐらいだったんですけども、それしかないんですよね。これ三井化学が一番売れてる、お米作ってると言われてるんですけども、その三井化学が作ってるのがたったの2品種、そして住友化学が作ってるのは売ってるのは3品種、こういうの全部合わせても10品種とかせいぜい20品種ぐらい、つまり公共品種なくなっちゃったらもう一桁多様性なくなっちゃう。しかもこれ住友化学が今販売しているつくばいシティというお米はこういう地域、大体つくばというものなので、茨城県で作ったお米ですよね。茨城県で作ったお米を九州でも作れる。それからね、北海道はさすがにないんですね。北海道にはかなわないと思ってるんでしょうかね。で結局こういう広域にわたって同じものを作れる、これが民間企業の発想です。でこれちょっとイメージしてもらうためにどれぐらい違うのか、ちょっと例飛んじゃって非常に申し訳ないんですけども、例えば遺伝子組み換え企業が1品種開発するためにどれぐらいお金かけるか、これ150億円って言われてるんですね、1品種の件です。で北海道、先ほど、久田さんの方からありましたけども、1億6000万弱ですよね、年間の予算が。だから10倍、1品種の開発だけで、100倍ですか、北海道ですよね、100倍、1億と150億だから100倍の予算の差があるんですよね。モンサントは遺伝子組み換えトウモロコシの1品種を、北海道の100年分のお金を使って作ってる。でそれを1地域のために作るか、作るわけないんですよね。もう世界中の市場を成り倒して世界中に同じものを植える。だから、アメリカで作った遺伝子組み換えコットンをインドでも作れ、ブラジルでも作れ、アフリカでも作れ、こんなこと言ってくるわけですね。このような形で、要するに民間企業にとっては開発したわずかな品種を全国で、あるいはグローバルで売る、こういう発想になる。これに対して種子法ではどうやってきたかというと、各都道府県ごとにその県で、例えばもちろん開発してない、東京都なんて開発してないですけども、例えば北海道って非常に多様な、あと愛知県もすごい、品種を開発してます。その地域に一番あったそういう品種を開発してるわけですね。そのためにお金を、税金を使っている。それあって、多様な地域の農業を支えてきた。ところが民間企業はそうではなくって、ある特定の場所で作ったものを全部同じものにやれ、モノカルチャーの発想になっていくことが分かると思います。で、そういう種、民間企業の種ちょっと気に食わないけども、自分は農業自信があるので任せとけと、俺に任せればどんな種でもちゃんと育ててやるよって思うかもしれません。しかしそれができない。それがやはりこの、知財、知的所有権の考え方だと思うんですけども、これはある企業のライセンス契約を、
抜いてみまして、何を言ってるかというと、この企業の種って買えないんですよね。何ができるかというと、委託生産、つまり農家は委託生産者になるわけです。つまりこの企業の種の生産を委託される。その生産方法は当然のことながら、その企業が指定することになるわけですね。もしコシヒカリ農協から買ってきたら、それは自分のもの、自分がどう育てようと自分が決定できる。そうじゃない、こういう委託生産契約ですと、これはどうなるかというと、これはもう言われるようにやっていかなきゃいけない、そういうものになっている。つまり決定権というものが奪われた状態になってしまうと思うんですね。どのような農薬を使うか、どのような化学肥料を使うか、これも定められています。じゃあ使ったことにして減農薬あるいは無農薬やっちゃえばいいじゃない、そうじゃないですね、できないですね。これは、この監視受け入れ、査察を受け入れなきゃいけないんです。だからそれすらもできない。で、全ての企業が今こんな面倒くさい契約やってないんですけども、基本的にこのような傾向が、僕は、言ってしまうんではないかというふうに思っています。つまり種が変わるだけじゃなくって、農業のあり方、食のあり方が変えられてしまうんじゃないか、それを一番僕は恐れるわけです。で、今は例えば消費者と生産者が顔の見える関係を作って、より安全な食を作っていこう、そういう動き、日本では、ずっとやってきたと思います。これってできません、もし種が握られてしまったら。つまりそれを決めるのは企業の場合に移ってしまうわけですよね。消費者の意見を聞いて生産変えたら、これ契約違反になっちゃう、そういう世界です。ですからこの農業、種が変わるだけじゃないんだってことを抑えておかなければいけないんじゃないかと思います。じゃあ、種子法、先ほど、平田さんの方から、どうやって塩の作物種子法を復活させるだけじゃダメだ、まさにショックだと思うんですね。今のこれまでの塩の作物種子法、いろいろ問題あったと思うんです。その問題の一つがこの、在来種を押さえつけてたということだと思うんですね。一つは今は、都道府県で、この例えばコシヒカリは本当にコシヒカリか DNA 鑑定して、あ、確かにコシヒカリだ、そういうことをチェックできる、そういうことがありますので、そういう体制を組んでます。そのために、都道府県では産地品種銘柄というのが必ず指定するんですね。その範囲のものであったらちゃんと証明するよ。だけどその範囲を超えたものはもう検査できないので、その他の品種としてしか書けないんですね。だから在来種のお米を持っている方たちがいくら売ろうとしたってそれは売ることができない、その他の品種としてしか売ることができない。スーパーだったらこれコシヒカリ美味しいですよって言えるかもしれない、このお米その他の品種ですから美味しいですよって言ったってこれスーパー困っちゃいますよね。そうなるとこの種子法体制っていうのはこの流通からこういう在来種を追い出してしまう、悪者だって話になるわけですね。だからこの在来種の問題をした人には種子法廃止は当たり前だと思うわけです。しかしそれで本当にいいかというと僕はそうは思わないんですけども、でもこれは今の種子法を復活させればいいという問題だけじゃなくって、そういった在来種をどう受け付ければいいか、そういうことが今私たちが考えなければいけないと思うんですね。つまり日本では今都道府県では300品種ぐらい作られている、こういう多様性があるというのはすごく大事だと思うんですね。しかし実は在来種を持っている方たちも全て足すと日本では1000品種を超すんじゃないか、その1000品種を超す多様なお米、そういう遺伝子源はもしかしたらあと10年も20年も30年も経つともう消えてしまうかもしれない。一旦消えてしまった種もう戻ってこない、今それを守らなきゃいけない。しかしその守る仕組みというものは今日本にないということは確認しておく必要があるかなと思います。あとですね、例えば東京都なんていうのはお米ほとんど作ってません。神奈川県も8割以上は実は、作ってなくって富山県から買ってるんですね。その結果富山県が、63% ぐらい作ってる。じゃあ富山県で自然災害とか、様々なことで田んぼが壊れたら日本のお米どうなっちゃうんだろう。やっぱりこれっていうのは本当もっともっと分散して各地域で作んなきゃいけないんじゃないかなというところも言えるんじゃないかと思います。それが今の種子法でちょっと僕は気がかりなところです。で、今ちょっと全然話変わるんですけども、今世界中でこういうことが起きている、つまり環境被害、そしてから健康被害、これがひどいことになっています。
特にアメリカなんかはこの20年間でこれ糖尿病患者の数ですけども劇的に増えてます。自閉症の患者の子たちも非常に増えてます。その一方で面白いんですけども、アメリカで作られている遺伝子組み換えの大豆、毎年毎年含まれるタンパク質どんどん減ってってるんですね。栄養不足の食物になってきちゃってる。栄養食作物は栄養不足になっていくし、人々は健康を失っていくし、そして環境壊れていく。何より気候変動が非常にひどくなってきます。そしてこれはですね、アメリカの、平均寿命、短くなってきて、短くなり始めたんですね。つまり今アメリカではもう子供たちは親と同じだけ生きていけない、寿命が短くなってしまう、そういうことが言われる。でそれぐらい深刻な健康被害が生まれているような現状になっています。で今同時にですね、世界中から土がなくなってしまうと言われているんですね。このままいくとあと60年で世界から土がなくなってしまう。で実は僕はこれこういう本が出てますけども、土で起きている土壌細菌に起きていることと私たちの腸内細菌に起きていること、実はシンクロしてるんじゃないかなって思うんですね。つまり健康被害、私たちの中で特にアメリカなんかで非常に増えているし、日本でも僕は増えてるんじゃないかと思うんですけども、進んでいるその健康被害とその環境破壊というものは実はパラレルで同時進行しているんじゃないかということが研究しているわけです。でその中でですね、今世界はどうなっているかというと劇的に変わり始めているということですね。アメリカなんか有機農業毎年 10% 以上劇的に増えています。アメリカだけじゃないです。これイギリスですね。でこれはブラジル、ブラジルでも、非常に増えています。これ何か、これはインドです。お隣中国でも増えている、韓国でも増えている。今こんな感じでもう世界中で有機農業が爆発的に増えています。ドイツ、フランス、今だいたい 7% ぐらい有機生産してますけども、それを3倍にしようという計画を作っています。つまりもう有機をメインにしていこう、そういう時って生まれてきてるんですね。ちょっと先月アメリカに来たんですけど、アメリカって有機がすごいすごいっていうから、スーパーに行ったら有機のコーナーがあるのかなと思ってスーパーに行きました。全然違いました。もうスーパーによってはもうほとんど有機ばっかりでした。有機の片隅に観光の農薬使ったものがちょこっと置いてあるぐらいで、もうどこ行っても有機、これ野菜当然ながら有機なんですけど、これもお菓子、これも有機、この缶詰も有機、パスタも有機、これお菓子も有機、このクッキーも有機、ベビーフードも有機、チーズも有機、これ、鶏肉ですね、これも有機。ちょっと結構この安かったです。鶏肉は結構安かったですね。さすがにこれ牛肉の有機なんですけど、これちょっと高かったですね。買いませんでしたけど。でこれは卵ですね、これも有機で、これは何かというと街角に立ってたホットドッグ屋です。これも有機、もう有機で生活するのが当たり前。ちょっとこれ写真入れたつもりでちょっと抜けちゃってたんですけども、ペットフードも有機でした。まあ、そんな感じになってて、今、ちょっと有機が非常に大きくなっているということもありますけども、今世界では本当この、バンダナシーバさん、皆さんご存知だと思いますけども、彼女は今からもう20年以上前にシードフリードム、種の自由運動を継承されています。この改めてバンダナシーバさんの20年前の本を読んで、この人はすごいなと思うんですけども、今の文章として読めちゃえ、読んでもすごいものを20年前から言ってるんですね。種こそ私たちが抵抗する基盤になっていくんだ、種の自由がなければダメなんだよってことをもう警鐘を鳴らして大きな影響を与えています。そして今ですね、これは政府レベルでも大きな検討、大きな転換が行われました。何かと言いますと、それまで、戦後全ての政府、あるいは国連などの国際機関を含めてですね、
もう農業は大規模化しよう、企業にやってもらおう、そういう方向っていうのははっきりしてたんですね。しかしそれが何をもたらしたのかというと、この2008年2009年世界食糧危機、この状況の中で大規模農業、企業型農業というのは役立たない、そういうのが分かったわけですね。そこで出てきたのは何かというと、2014年にできた国際加速農業年、つまりこれからは小規模加速農家、それを強くしていくことによってさまざまな問題が解決していけるんじゃないか、そういうふうに考えを大転換するわけですね。大規模企業化、工業化からこちらの小規模、これをですね、しかしもう終わってしまいました。これだけじゃ十分じゃない、昨年の国連総会で決議がなされて、何を決議したかというと、来年から10年かけて加速農業の10年になっていこうということが決議されたんですね。つまり国連加盟国全部やらなきゃいけないんですよ。でも今日本政府は真逆のことを言ってますよね。で、実は先週もしかすると小農の権利宣言、国連で成立するはずだったんですね。これ何かというと、もうその農家の人たちが農民が持っている土地の権利、水の権利、種の権利、文化を守る権利、そういったものをちゃんと守りましょう、そういう権利宣言なんですね。こういったものを今逆に言いますと攻撃されていて、今失われようとしている、これを失ってたら本当に世界もうおしまいになってしまう、だからこそこれ守らなきゃいけない、今そういうことでそういう動きが増えてきているわけです。このような動きっていうのはもうかなりはっきりしてきている、そして非常に重要な国際的な枠組みもできています。それが何かというと、長くて一気に言えないんですけれども、食料および農業のための植物遺伝子権条約という長い名前です。この条約は僕は非常に重要と思います。なぜ重要かというと、今農家の人たちが持っている遺伝的な資源、その多様性が保てたのは誰のおかげかというと、農家の方たちのおかげなんですよということを認めている国際条約なんです。そしてその農家の権利を守るためには、政府は、それを農家の権利を守らなきゃいけない義務がありますよというところまでちゃんと明記されているというものなんですね。で、この条約にはこんなことも書いてあります。種に関する、まあ、実際には遺伝資源なんですけど、種に関する政策決定に農家は参加する権利があると書かれてるんですね。だったら種子法を廃止するんだったら、農家の皆さん の参加する権利、農家の皆さんたちが声を上げる、それを受けて政府は議論する、そういう義務が政府にあるわけですよね。じゃあ昨年の種子法廃止の中で農家の人たちは国会で発言したでしょうか。一人も発言してないですね。ということは日本政府が農家の人たちの意見を聞かずに種子法を廃止したというのは、この国際条約違反と僕は思うんですね。で、日本政府はじゃあこの国際条約批准していないでしょうか。批准してるんですね。2013年もうすでに批准してます。ですから日本政府はこの条約に基づいて種を守る、農家の種の権利を守る義務があると言えるんですね。で、これ権利宣言の省きが時間がなくなりました。ちょっと今話変わりますけども、今気候変動ひどいことになってます。気候変動というと必ず出てくるのは排ガス、自動車の排ガスだとか、そういったことが、焦点にあるわけ、テレビなんかで流れるわけですけども、実際に気候変動を起こしている、そういうガスを出しているそのものは、実は食料生産が半分くらい、半分からもしかしたら半分以上出しているかもしれないと言われています。で、実際に、自動車とか飛行機とかいっぱい気候変動を起こしてそうな気がするかもしれませんけれども、それが気候変動ガスよりもファクトリーファーミング、牛を詰め込んで安い肉を作る、 PPP でこれからいっぱいやってくるような、そういう安い肉、そういうから出てくる気候変動ガスの方がずっと大きいんですね。牧場で作っていれば牧場の草が広くて牧草がいっぱい二酸化炭素を吸ってくれるので、牛が出すゲップ以上に、釣り合うわけですね。ところが今の牛はどういうところに住んでいるかというと、牧場ではないんですね。日本に輸出される肉というものはこういう狭いところに詰め込まれて、そして遺伝子組み換えライス、遺伝子組み換えトウモロコシ、そういうものを食べさせられているわけです。
じゃあその遺伝子組み換えトウモロコシのエネルギー収支はどうなっているんでしょうか。これがその遺伝子組み換えトウモロコシのエネルギー収支なんですけども、わずか270カロリー得るためにその10倍ものエネルギーを使っちゃってるんですね。こういうことやってたら当然分の7気候変動がどんどんひどくなります。でこの写真もう頻繁に見せるんで知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、何かというと、ブラジルにおける遺伝子組み換え大豆の収穫風景ですね。この中でどん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 土も傷んでいくわけですけども、このような農業が生まれています。で本来ならば農業というのは実はこういう気候変動を止められるそういう存在なんですね。というのはなぜかというと、もう地球上に出てしまった二酸化炭素を光合成の力で土の中に入れることができる。で土の中に貯蔵するだけじゃなくって、そうやって入っていた炭素は土を栄養豊かな土に変えてきます。そして植物もどんどん、栄養豊かなものに変わっていくわけですよね。そしてそれを食べる私たちも元気になっている。これ一石三鳥ぐらいの政策だと思うんですけども、今何やってるかというと、ここに農薬とか化学肥料を仕込んでしまって、この微生物がどんどん死んでしまってメタンガスになって出ていってしまう。土が気候変動を加速させているわけですね。しかしそのことをですね、土の力を、もう一回取り戻すこと、千分のように取り戻すことができれば、気候変動はこれは収束するんだというふうに言われているわけです。時間がなくなってきてまいりましたので急ぎますけれども、ですね、そういった意味でこの農業を変えていくことによって大きく変えていくことができるだろうと。そして今この多様性、先ほど言いましたけれども、この100年に 90% 人類が失ってしまいました。これはもう帰ってこない。これに対してどうしていくのか、このような危ない殺しといったものが、全世界の、共通、項目になりつつあります。今もうラテンアメリカで発展しましたけども、アジア、それからヨーロッパにももう採用されて世界に広がりつつあります。で、このような問題がさまざまなグローバルな問題を引き起こしている。でもこれを変えることによって根本的に 社会を変えていくことができるじゃないか。そういうことで今、食の民主主義、フードデモクラシー、そういうことが使われ始めています。つまりこのように解決することができなくて、グローバルな問題が解決できる。でもそうやって変えるために何が必要か、種が必要なわけですよね。種なしに、自由な経験は、自由な社会というのは作れないんだ、今そういうことが言われているわけです。で、どうしたらいいのかと思うんですけども、で、国会でなくなったものは国会で取り戻さなきゃいけないというのが一つですけども、これは今国会なかなか難しいです。しかし地域、これ種を作っている行政というのは全部地方ですから、まず地方からやっていくというのは一つ大きなものになると思います。で、実際に、新潟県、兵庫県、埼玉県は独自の条例を作りましたし、長野、北海道、山形、富山が独自条例を作ろうとしている。これをとりあえず47都道府県全部作れば、とりあえずはその地域を守れるということになります。で、地域とにかく変えていくという可能性の方向は非常にあると思うんですね。間違いないのでちょっと端折りますけども、で最終的にはやはり国会でちゃんとした法律を作らなきゃいけない。でその時にですね、今問題になるのが種苗法ですね。つまり今種苗法を改定して、自家採集原則禁止にしようと言っているわけです。でこの種苗法というのは今日本に、存在する唯一の種のに関する法律になっています。じゃあ種、何を対象にしているのかというと、実はほんのわずかなんですね。新品種だけなんです。新品種というのは種っていっぱいあります。こういうものありますけど、これだけしか種苗法扱わないんですね。逆に言いますと、これ全部対象する法律に何もないんです。そして種に関しましては、種取りする権利とか農家がちゃんと、もらう権利だとか、種そのものを守る、そういった、行政の責任であるとか、そういったことを定める必要があるわけです。それを、必要としている国際条約も存在しているんですね。ところが日本政府はこれに対応する法律を全く作っていません。企業の開発権を守ることだけしかしていない。これはバランス悪すぎるわけですね。だからこそ僕は在来種保護法を作る必要があるんじゃないかと思うわけです。で実際にそういったことをやっている、先ほど言ったこれが国際条約ですね。でブラジル政府はもうそういった都市条項を作っている。で大人に韓国でもそういう条例が作られている地域がある。
EU ではこれそれまでは農家が、種を自分たちが持っている種を売買することが禁止されてましたけれども、これを2021年から売買可能にする認める方向に舵を切りました。つまりそういう方向っていうのは出てきてるわけですね。でもその種を守るっていうのはなかなか大変です。つまり種っていうのは、手間がかかりますし、これは農家からしたら収益が減ってしまうわけですね。ほうれん草だから葉っぱが出ればすぐ収穫して他のものを植えられる。だけど種取ろうと思ったらずっと置いていかなきゃいけない。他のもの植えられないわけですよね。収入は減る、手間は増える。これは公的な支援がなければ絶対滑らないだと思うんですね。だから野菜は日本は9割は海外に持っていかれてしまった。それに対して公的事業を、公的の支援をやはり実現していく必要がまずあるだろうと思います。そしてもう一つの方法、世界的に注目されている方法はこれなんですけども、参加型育種というふうに言います。つまりコミュニティの中で契約するんですね。種取りうまい人、それの人を経済的に支える。そして種取りで一番大変なのは選別作業と言います。選別作業、種ちっちゃいですからね、もう膨大な作業になります。それのコミュニティが参加していく。その形でコミュニティが必要とする種を守る、効果的に守ることができる。これを例えば生協が参加する、農協が支える、あるいはその自治体が支える、そういうことをしていけば、僕は日本が例えば野菜とかそういったものを含めて回復していく手段というものはあるんじゃないかと思います。ちょっと時間がなってしまいましたので、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと最後はかなり駆け足で申し訳なかったです。この後も質問の時間あります。それではですね、後半5時までですが、お二人への質疑ですが、いろいろあると思いますが、まず日田さんに対して北海道の動きでいろんな話を伺いましたが、具体的なご質問いろいろあると思うので、まず日田さんに対するご質問ということで、いくつかいただきたいと思いますが、どうでしょうか。はい、ちょっとマイクがいけないので、ごめんなさい、なるべく大きな声で。はい、立たなくても大丈夫ですか。はい、このトランプ新政権とメガ協定の行方って400円の本があったんですけど、出版社がなくて北海道農業ジャーナリストの会ってなってたんですけど、本って出版社を通さなくても流通できるんでしょうかというのは、私そんなよくわからないので教えてください。どうなってる。なるほど、はい、全然種子法の質問じゃなかったので若干すごい神聖な感じがしてるんですけど、はい、じゃあちょっとまとめて2、3人の方から取りますね。はい、じゃあお願いします。高橋知事が態度が変わったのがどういう理由か。はい、じゃあもう一方取りますかね。はい、じゃあ一番後ろですね。すみません、国連といいますか JA 関係っていうんですかね、その関わりっていうのは今どんな感じなのかっていうのを聞きます。はい、じゃあ今の3つちょっとまたその後で。貴重なご質問、大変大事な質問ありがとうございます。辻公判という印刷屋にジャーナリスト会が頼んで印刷してもらって出しているというパターンなんですけど、それが何か引っかかるのかどうかちょっと他にもありますし、それからね、知事の話はね、非常に大事なんですけど、実はその1年前にもう新潟やなんかと同時ぐらいになんかできるような勢いがあったんですね、最初は。すぐにでもその新たなルールというものについて詰めようというような機運があって、大体、ちょっと裏からいろいろ聞いてたら、いやこれは条例にするんだよみたいな話はあったんですよ、ね、どうもその詳しく正確なところは分かりませんけど、すぐの人から取材した結果、今思っているのは与党である自民党がですね、すぐに、作ることを、ためらったと、いうようなことが一つと、もう一つは何らかの、農水省あたりからもですね、何かサインが送られて、経産省かもしれないですけど、そのサインを忖度したと、どちらかですね、知事が、そういう可能性が残っているなと思います。
まあ、国会でもあの、まあ、与党はですね、この間なくしたばっかりのやつをどうして復活するみたいな感じで、抵抗があるところもありましたね。それなので、法でなくしたから法令でなくしたから法律でなくしたから条例改正と言われるのがちょっとこう一旦引いたという状況がありました。まあ、つまり一番大きいのが、まあ、同議会の中の与党の動きかなと。まあ、その後だったら、あの、まあ、他の会も含めてですけども、道民のそのいろんな運動という意見が、声が大きくなっていったというのを受けてます。やっぱり市町村の意見書とか、道議会議員の、まあ、しんどそうだねっていう声が広がってきたというのが、最終的に知事を出したと私は見ています。それから大事なのは、その農業団体の国連ですけども、これはですね、正確にはこれ農政マターといって政治マターといって、JA の中では、まあ、中央会が、まあ、扱うんですね。それでこの話はつまり他の会として、中央会の会長も入ってもらって、一緒にやりませんかという形で正面から持ってたんですけども、まあ、1週間ぐらいして中央会農政担当からずっと。これは一瞬で言いませんって感じになっちゃうんですよ。どうもね、まあ、種苗のマターは国連が一括して管轄しており、それは専門家集団として、種のあそこで道具を作っていっていう話が、道と密接に、北海道庁と密接に調整やり取りしてるので、まあ、条例化も求めていないわけじゃなかったんですよ。中央会も、国連も、条例は作るべしと、どうの条例という態度を明らかにしていて、それをどういうふうにしていたので、その基本線はぶれてなかったんですけど、まあ、私たちは道と一緒にその専門家として詳しく見つめているから、誰の会の市民の皆さんも、市民の皆さんで頑張っていってねっていう感じで、ちょっと別々にやっていた感じがありますが、決して、まあ、後ろ向きではないという感じですね。ありがとうございます。はい、それでは引き続き、久田さんへのご質問、はい、じゃあ久田さん。聞こえましたかね。今のご質問大丈夫ですか。はい、じゃあ2点。順番がね、正確に言うと種の会が要望書と条例案を出して、それからもういや両方裏では練ってたとは思うんですけど、それから道が方針案を出してという順番なんですよ。で、道、まあ、さっき申し上げたような知事が、まあ、ちょっとずれたというか、おとなしくなったのは、そのずっと前の話で、去年の話で、うん、で、という順番です。それともう一つは在来種の話は、いや、これは、まあ、可能性があるかないかというか、僕は十分あると思ってます。やっぱり、他の会が言ってることが、ごもっともであるというか、審議会が、あるいは出資部会が なるかどうかというのが鍵だと。あとパブリックコメントとか取るって言ってますから、そういうところに道民の声でね、まあ、在来種を守ってよという声が集まれば、今、私たち組織的に、そういう声がですね、新聞の読者の声の前にポンポン乗るようにですね、働きかけないようにしてるんですけど、そういう世論になってくれば、傾いていくんじゃないかなと。はい、はい、じゃあどうぞ。在来種は埼玉県の条例をクリアできるので、すごい可能性はあると思うんですけれども、うちが学んだ時のものが、事件の流行防止だと思うんです。これを
じゃあもういいですか、久田さんにまずという方が他にいらっしゃるか。はい、じゃあ。今作られている条約の中にという趣旨条約の中でしょう。いや、ありがとうございます。やっぱり面白いね、こういうふうに山の会をお聞きしているっていうのは面白いなと思いますけどね。で、おっしゃる通りです。僕たちもさっきのスライドで少しお話ししたかもしれませんけど、その民間へ出せ、民間参入を促進しろという法律と、それから全国の流れとかね、そうではなくて、少なくとも企業には渡すべきではないということをしっかり謳ってはいるんですけど、いや、それは民間参入を進めるのが首相廃止法案の最大の趣旨ですからというわけで、譲らないわけですよ。それで、どうも最近もですね、恐らく大学会の人も、要望書とかを、本省というか、上長は厚水省のことを本省というんですけど、本省に挙げたらしく、いや、そこだけは無理だと言われてますから、みたいなことを、ちらっと言ってました。だからやっぱり、その今の政権の下での、心中して、出勤であったりというのも、一番大事なところだと、位置づけていくので、仕事を待つには相当な世論を作らないと、今なというような感触を持っています。そうですか、ごめんなさい。実は、単語会の中でも、この問題出ました。要するに、栽培方法に関する問題ですかね。じゃあ勇気とか入れてるとかですね、いろんな意見がありました。でもそれをやっていくとですね、ちょっとキリがないところ、じゃあ自然栽培はどうなのとか、低農薬はどうなのか、じゃあどれぐらいレベルの話になってますよね。で、グルファサートはダメで、そのネオチノイドがダメで、じゃあこっちはどうなのって話になってますよ。で、それは農薬全般も種の段階で、今の段階で、否定すると、北海道のほとんどの農家が脱落してくるんですよね。それが無理だ、うちはという感じで、引いてくるんですよ。そこは今問わないで、まずは遺伝子組み換えでない いい種を守っていくという。そこから種がないと何の農業も始まらないんです。それはもう種をちゃんと守ろうということは、まずほとんどの農家の収穫を一致するわけですよ。そこをまず固めといてから、いい種が守れたってなれば、そこからこういう農業が、栽培方法が望ましいかもというふうにしています。はい、ありがとうございました。ちょっと今までのやり取りを聞いて、円訳さんの方にコメント、ご意見と。最後の農薬ですけども、今例えばフランス政府は農薬を、減らす政策っていうのはかなり本腰を入れ始めたところで、政府が変わっちゃって今ちょっと鈍くなってる感じですけども、でも基本的にはフランス政府は、アグロエコロジーに基づく、つまり生態系の力を使って農薬とか使わない、そういう支援体制、一応法律を作ってしまいましたので、一応そちらの方が動き出しています。先ほども言いましたけども、フランスもドイツも有機農業を3倍にすると、要するに危険な農薬グリフォサート、今これがどれだけ危険なのかというのはなかなか簡単に説明できないですけども、やはり世界的に大きな問題になっていると。発がん性物質でもあり、そしてそれが例えば妊婦に入ってしまうと早産流産の結果をもたらすと、その様々な結果、調査がもう発表されてまして、でフランス、ドイツ、イタリア、オーストリアは3年以内に禁止すると、そのような動きも出てきています。それもやはりいろんな妨害があって、成立するかどうかちょっとまだ見えない部分もありますけども、やはりそのような世界的な流れの中で、やはり日本がどうするのか、
考えていかなきゃいけないなというふうに思うんですけども、日本はそのグリフォサートを昨年12月に最大400倍規制緩和をしまして、まさに世界と逆の方向に今行きつつある。その実態をじゃあどう変えるのか、やはりこの地方自治体単位で条例を作るというのも一つの方法だと思うんですね。というのはグリフォサートの使用を禁止した自治体というのは実はもうかなりあるんですね。今いくつあるって言えないんですけど、フィリピンにもあります、アルゼンチンにもありますし、ヨーロッパにもたくさんありますし、でそもそもモンサントのラウンドアップグリフォサートという農薬は多くの国でも個人向けには売ってないんですよね。日本だったら商店街行ったらどこでも売ってるでしょ。100円ショップでも売ってますよね。ホームセンターでももう大セールしてる。本当におかしいんですよね、日本だけね。やはりそんな状態に関してどうやっていくのか、やはりどのように禁止を進めていくのか、このまま禁止をするという場合には使っている農家の人たちにはその代替方法をやはりしっかりやらないと農家の人たちは大変になってしまう。その代替方法を獲得、示して移行してもらうのにフランスでは3年かかるというそういうロードマップを作ってるんですね。だから日本でもそういうロードマップを僕は作れると思うんですね。でこれはだから地域でやるということと、あとこれこそ全国でやったら面白いなと思ってて、すいません、犠牲になる人をねちょっと募って、で一般の人に犠牲になってもらうのは大変なので、ここはちょっと国会議員にねちょっと犠牲になってもらって、で国会議員ってみんな忙しいから、いろんなもん勇気だけで食ってるっていう人まずいないんじゃないかなと思うんですよね。選挙演説とかなんかね、おにぎりとかいっぱい食ってると思う、コンビニのおにぎりとか食べてると思うので、だからその人からちょっとねちょっと尿くださいって調べたらしっかり出ると思うんですよね。グリフォサートとかね、こんな出たよ、国会議員から出たらこれすごい大きな発表だと思うんですよ。で2021年に実は日本政府はグリフォサートもネオニコシノイド検問薬も再評価することを国会でもう約束してるんですよね、全国会で。だったらその時までにそういう結果出してもう逃げない、もう政府が逃げられないような状況を作ってしまえば日本でも僕は禁止の方に持っていけるかなというふうにも思っています。すみません、話を進めてしまいました。それでは内田さんに限らずお二人への質問、それから何かやってますということで、じゃあ一番後ろの方、はい、ちょっと3つぐらいあるんですけど、種子法が法律と条例っていうのは、ぶつかった時に法律優先になりますけども、種子法がなくなったから条例で対応できるっていうことなんでしょうか。またということは各県がみんな条例を作ればそれで種子法と同じような効果が出るということなんでしょうか。さらに、TPP とかに入って、そういうさっきもお話の中で、なんか多国籍企業に有利なような関係が一緒に入ってくるんだというお話ですけども、それをもう批准してしまえば、またせっかく条例を各県で作ったとしても、ダメになってくるのか、それともTPP 入ったぐらいではその法律にはなってないんだから大丈夫なの。最後に、市町村レベルでやるというのは あまりこう意味はないと思うんですけど、例えば埼玉県がもう条例を作ってるんだから埼玉県内の市町村はなくて大丈夫なのか、この辺を伺ってます。最初はまずね、種子法のなくなって法律と条例がぶつかるとダメなあれなんだけど、ないからこそ条例だけで今対応できるって話で、そうそう、だから条例だけで対応できないものも多々あると思います。私さっき指摘したようにですね、基本的な国の責務ということは条例で決められません。例えば国がそういうその全国の公的収支事業に財政的に資料をするための収支の位置づけとかですね、農家の権利の規定とかそういうものは多分国の法律レベルで、ね、規定しないとなかなか難しいんじゃないかなというのは私は思っています。だから法律も必要であるということ、それと市町村ですね。市町村の話は私は、
法的収支事業って、まあ、昔から都道府県単位でやってきましたので、例えばその保管であるとか開発システムであるとか、それをその、原子原燃焼の生産に回すとかというシステムも出来上がったんですよね、都道府県単位で。守ることが、まあ、主な作業をするというか、まあ、あえて言えば市町村単位では必要ではないんじゃないかなというふうに思っています。よっぽど特殊な単位だったんですけど、もう一つありましたね。各県ごとにやってしまえばそれで代替になるのか、まあ、法律があった方がいいんですけど、それと、TPP を基準してあれすると、それがせっかく作ったやつがもうこれダメになってしまうのか、それともあえてそうじゃないよって法律を作られない限りは、TPP に入ろうが入る前がその辺は大丈夫。まあ、入るとすぐにでも例えば ISDS が使えるとかですね、そういう具体的な問題が出てきそうな気もしますけど、一般の人とその全て、条約も矛盾するような法律とか条例が全て無効になるというところではないと思うので、都道府県単位で僕が、できて実行されるものだというふうに思っていますね。だからそこで例えば、まあ、試験の提供を求めたのにもかかわらず、こういう、道庁からは取れなかったという事件が起きて、これ訴えられた場合に専門家を持つに手振りが生きていくとか、そういう形で現れ、いずれ現れるかもしれないですけど、それまでにはですね、都道府県で守っていくと、で そうしているうちに TPP をなくすことが大事なんだというふうに私は思っています。TPP に関して言うと、日本も批准しましたからね。でだからまだ発行してませんけど、で現在批准している国は3つなんですね。メキシコと日本とシンガポールなんですけど、アメリカはいませんよね。であと3つ、6カ国が批准すれば発行してしまうので、まあ、これも時間の問題なんですね、TPP が効力を持つのは。ただ、まあ、アメリカがいないということは、直近で言えば、今おっしゃったような懸念がですね、そんなにすぐ来るものではないということは言えますが、全くそれ楽観にはならないんですけれども、で、ISD の問題もそうだし、まあ、TPP は有効法への加盟というのを義務化しているようですね。ただ、直接的に文言として、種に関わる規定をですね、TPP の何か書かれているかというと、そこは特にないわけですね。ただ、裏でですね、こういう国際条約というのは、文言では絶対出てきませんが、裏でですね、例えばアメリカの投資家が規制改革会議のところとですね、つながって、どんどん規制緩和していくと。そういうことは、まあ、今も起こっていますし、今後も起こっているというのがあると思います。TPP でどのような、争いになるのかちょっとわからないというのが正直なところで、まあ、政府だったら家庭のことには答えない言いたくなりますけども、それは本当冗談ですけど、アメリカの場合ですと逆に種子法を持ってるんですよね。各州はその種子法を持っているので、19世紀に作られた種子法まだ生きてるところなので、アメリカでやってるのになんで日本でやっちゃいけないのっていうのはね、要するに今日本の種子行政はアメリカ以下になってるのが現状なんですよね、法的に。だからそのことを考えるならば、日本でそういう、まあ、自治体がそういう条例を持つっていうのはある意味アメリカ並みになるってだけの話であってね、それが本当に ISD で潰されるのかなっていうのはちょっとわからないなという気がします。でそれから、まあ、地方自治体、まあ、県単位以外で、まあ、意味がないかっていうと必ずしもそうじゃないんじゃないかなという気もします。例えばですね、もちろんあの全体的なその県で、都道府県でやる種子事業というのは確かにあるわけですけども、
先ほどちょっと話しましたが、参加型育種、あの単位っていうのは別に県である必要は必然は必ずしもないと思うんですよね。例えばある特産品の大豆、そこでしか作ってない特産品の大豆がある、それをその市で支えようっていうことは何も遮るもの何もないと思うんですよね。そういう制度を作っちゃえ、でそういったことによってその市の特産品になっていって、その市が、まあ、栄えていく、そのような取り組みというのは僕は十分可能だと思いますので、そういった意味で、まあ、特に在来種をどう復活させていくかというような取り組みに関しては、さまざまなレベルで可能な部分はあるんではないかな。もちろん財政の問題もあるので、まあ、それは市の枠組みでは入らないということもあるかもしれませんけども、例えばそれを支援する何か制度、例えば市の施設を、まあ、無料提供するとかね、種子交換会を、この無料提供するみたいな、そういう制度が市単位で作られていくというのは僕はあり得ることだと思いますので、まあ、そのさまざまな取り組みというのはちょっと考えてもいいのかなというふうには思います。他の方いかがでしょう。はい、じゃあ印南さんがさっき農薬のことをちょっと言われたんですけども、私はやっぱり種と農薬はセットで、企業がやろうとしていることだと思うんですね。これ種子法を各国に廃止させて、そしてそこに導入する種っていうのは、セットで入ってくる。でこれ実は2ヶ月前に私マレーシア行ったら、マレーシアの国の機関が毎年種苗を、稲の種苗を作って配布してるんですけれども、その所長さんが、この種、この種苗は農薬会社と一緒にやってますので農薬と一緒に配ってますっていうふうに、もう何のなんていうんですかね、それが私たちにとっては悪いことだと思うんですけれど、悪いことだと全く思ってなくて堂々とそう言ったので私は本当にびっくりしたんですけれど、そういうことが日本でも、あるいはもうすでにアジアの国々ではそれが起こっているということを一つまず指摘したいと思います。それから国がですね、日本の国が民営化っていう時の民っていうのは、これは憲法で保障された主権が、主権者である民ではなくて、これは企業にその主権を渡してしまうということを意味しているというふうに私は思います。でこれに対するそのまあ国鉄もね、民営化という形で JR になる、そしてそれが本当に全て良かったかっていうと、組合をもう完全に潰されましたし、組合によって支えられていた社会党がもう完全に力を失ってきたわけですね。野党を潰すのにこれはもう最大の民営という言葉が非常に効果的にですね使われてきた。でそういう中で今今度種を民営、これは我々この主権者である、市民、我々に権利が移ることではなくて、国が人々の権利を保障していたものをやめて、そして企業にその権利を譲るということを意味するんだということをですね、私はものすごく感じます。でお二方にぜひですね、そういうことに対してどう戦ったらいいのかですね、ぜひご意見を伺いたいと思います。ありがとうございます。私からのご紹介恐縮ですが、今発言くださったのは田坂幸和先生とおっしゃって、農薬のですね、もう大専門家で、我々パルクも大変お世話になっているんですが、アジア各国回ってですね、農民や人々とつながっている方です。じゃあそれぞれ先生、ご指摘いただいたまさにその通りだと思います。本当に種を例えば農協から買ってたのが民間企業から買うだけで買わないんじゃない、じゃなくって、種を奪われることによって我々はもう食を支配される、企業によって支配される、企業の食のシステムに変わってしまう。そこはもう産直もありえないんですよね。消費者と生産者が直接つながることもできなくなってしまう。もうそれはもう契約違反
もう犯罪になってしまう、そのような世界だと思うんです。今言うと極端に思われるかもしれませんけれども、やはりそういう、世界だと思うんですね。やはりそれに対して私たち食料主権、自分たちが食べたいものを、食べる、作りたいものを作る、その権利といったものが今やはりこの脅かされている。でそれに対してどうするのかという時に、やはり単に取り返すしかないわけですよね。でそこでやはり僕は本当すごいなと思ったのが、そのスイートフリードムという運動が提案されて、じゃあそれを日本でどうやって変えてきるのか。で今あの、種を守る活動されている方もいらっしゃっておられますし、やはり今例えば在来種に関しては法がないんですよね。だから在来種に関して、まあ一応基本的に在来種を、いくら取ったってこれはそれを罰する法律もありません、保護する法律もない。だから僕は今の種苗法がどんどん拡大解釈されていくことによって、どんどん今法律というのは種苗法しかないんですよね。法律家というのは法律で何度もやりたいと思うわけですよね。しかし法が覆ってないわけですよ、種の法律がね。そのためにどんどん拡大解釈されてしまって、まあその種を取る自家採取の権利がさらに奪われてしまうかもしれない。そういった意味でその在来種どうやって守るのか、あるいはそのもう品種25年以上経ってしまった、そういう種、そういったものもやはり再登録するという動きもあるんですよね。例えば、秋田の秋田小町って登録されてないんですよね。秋田小町っていろんなものから交配させて作ったので登録してないんですよね。でそういう公共品種というのもあって、それっていうのは本当に全く自由な種なわけですよね。そういった種をじゃあ本当にもうその自由を奪われないように、やっぱりそれを守る私たちの本当種を守る運動、種を一緒に栽培していく運動、やっぱそれを作らなきゃいけない。で種って言ってしまうと、例えば僕なんか農家じゃないし土地も持ってないしということで限られてしまうわけだけども、やはりそれを実現していく上で、僕はちょっと政教を僕たちも加えてると思いますけども、政教や、そういった、関係の、機関には団体には、ぜひ消費者が種に関わる機会をぜひ作っていただきたいと思いますし、やはりこれは消費者が種を守らなかったら絶対に農家に任せていったら、農家は今本当に孤立、もう非常に例えば農協も今潰されようとしている。そんな中でもう種は農家の問題だっていうふうにしてたら、やはり種は奪われてしまう。だからやはり種を守る農家を支えるということで、私たちがそういう運動を始めるっていうことが不可欠ではないかなというふうに思います。少しお話の中でも触れさせてもらいましょう。消費者がすごく今反応してる種というのはね、どの辺で反応してるか分かんないですけど、とにかくこうなんか動物的な、なんかリアクションみたいな感じが意識してますけど、特に女性の方がすごい反応だと思ってます。つまり決してね、これは農家の問題というふうに少なくとも北海道のお母さんたちが考えてもね、でチャンスだと思ってるんですよ私は。つまり TPP の時に、まあ、食が危なくなるよっていうことをね、まあ、訴え続けてますけど、まさに種まで奪われて、安心できる食が作れなくなるというやっぱり、呼びかけというのが多くの人が今反応しています。さっき浦和君に言った種の場合38人で始まりましたけど、この3ヶ月で、ね、150人が次々に入ってきているという感じで、この間もある農協が丸ごとこそっと入ってきましたし、ね、つまり一方で農家の方もですね、非常に今関心が高まっています。やっぱり、ね、ポイントは、安価な、今までは公的収支事業ということで安価な収支が安定的に供給されてきたんですよ。間違いなく来年も再来年もこれまでと同じような価格で、やってきた。それを作る収支政策組合も同じような価格が支払われてですね、非常に安定的な経営を続けてこられた。これ崩れるのかというのが不安がですね、確かに民間企業は4倍から10倍で売ってるらしいですよって話を伝えてください。それはまずいだろうという感じですね、農家になります、うん、だからそれともう一点をね、
やっぱり生産契約の話です。生産契約の中身さっき委員さんご紹介したと思います。北海道は民間収支が少なくとも遺伝に関しては使ってませんので、まだピンときてないんですけども、府県ではもう例えば三井機械でしたっけ、38件も作ってるんだよって話をしたり、そこではこういう契約が結ばれてるんだよっていう話をすると、北海道の農家はもう真っ赤かになって怒りますから、そんなものダメだという感じになってます。だから、まあ、そういうそのなんか普通に分かる危なさというものがちゃんと伝われば、この種の運動というのはすごい大きな力を持つ、 TPP をぶっ壊す力まで持っているという、私は思っています。ありがとうございました。あと10分ちょっとなんですが、いかがでしょうか。はい、ちょっと2回目の方は少しだけお待ちください。じゃあ、斉藤さん、どうぞ。農民の立場から少し話をしたいと思います。実は種っていうのは基本的には自家採取してたんですよね。でところがいい品種ができてきて、それをきちっと系統的にちゃんと、その品種の特性をちゃんと生かしていこうっていうことになると、とてつもないコストがかかってくるんですよね。先ほども話があったように、その違うのが必ず出てくるわけです。それを握っていくわけです。で原原種のやつというのは 0.01% のものが混ざっちゃいけないというふうなことになっているから、暑い中大体、県の試験場では原原種の作る試験場では大体7回から8回ぐらい雑ごとりというのをやるんです。でそういうふうにしてコストをかけていいものをちゃんと残そうとしているやつを、今の段階では400円、1キロ当たりですね、1キロ当たりの金が380円から600円ぐらいで手に入ってるんです、今は。で、これが民間に行ったら、まずそれは維持できない、そこだって、その雑ごとりをやってるのは、全部公務員の皆さんがやってくれてるわけだから、国の、いわゆる国のから補助金が出て、県の。お金、道のお金でやってくれてるわけですから、それはいいものを残そうという基本的なものがあるわけですね。でこの仕組みがなくなるってことは、基本的にはいいものを作ろうと思ったら買わなきゃ。それとさっきちょっと聞いててなかなか分からなかったかもしれませんけども、銘柄表示ってのがあるんですね。それは種子更新つって、ちゃんとした種を買ったという、そのちゃんとした種を買ったやつから作ったやつは銘柄として売れますよっていうことで、ちょっと説明するの大変なんですけど、だから例えば北海道なんかの場合は米麦なんかの種子更新はジャガイモなんかも含めて 100% 買ってるんですよ。銘柄更新、銘柄を表示しなくても売れたり、自家採取やってる、例えば和歌山とかね、あまりその米を銘柄として売ろうというところ、売ろうと思ってないところでは種子更新率というのはすごく低いんです。一番低いところだと 30% ぐらい、山梨でも 60% ぐらいということで、要はその買ってるのね、ですからあとは自家採取でやってるわけです。こういう仕組みになっているところで、ちゃんとした種を、ちゃんとした銘柄でちゃんとしたものを売らなければならない人たちが民間のもので買わなくちゃいけないということです。まさに高い金すべて買わない、買っていかなくちゃいけない。これは、私たち百姓にとっては大変なことだろうなと思っています。ですからいろんな調査あるんですけども、遺伝子組み換えのトウモロコシとか大豆っていうのは全生産品を種子代が2割ぐらいまでなる。今野菜、米の場合には大体 5% 手前なんです。生産コストの跳ね台が、それが遺伝子組み換えの場合には 20% ぐらいになっているわけですから、これはもう明らかに今の相手が狙っている、政府が狙っている、アグリビジネスが狙っている仕組みというのはまさに高いものを見ていると、このところははっきりしているだろうし、宮城さんが報告ありましたように、ともかくそれでも 20% なわけですから、その他に企業、農薬が全部セットで売れるということになれば、大儲けができるということになると思うんですね。
だからそういう面では、まあ、もう本当に、まあ、地域からもう条例を作ってきちんとやっていくっていうのは非常に大事だと思うんです。で、あの新潟とそれから埼玉と兵庫で一番最初に条例ができたっていうんだけども、これできたのは簡単な話なんですよ。民間に地権を渡してもいいっていうことが書かれてるんです。埼玉と新潟じゃなくて兵庫のところは。ですから、あの実は去年の11月の15日だったと思いますけども、この事務次官認証の事務次官通知で、民間の知見が、民間企業が出資した産業に参入するまではそれぞれの自治体でちゃんと出資事業を守ってもいいですよって書いてある。すごい書き方なんですよね。ですから、そういう流れで見れば、あのまさに私もこの道の道庁の道の種を守る会の方々の条例見て、これが通ったらすごいなと思っていたら、やっぱりそうではなかったというところは、まさに今そこの攻め合いだろうと。でもそれは別に法的根拠のあるわけではなくて、農水も単なる数値なわけだから、これはふざけるなということで、あの道の案のような形でやっぱりそういうふうに効力のある力のある条例を作っていくことも非常に必要ではないかなって。はい、ありがとうございました。じゃあ先ほどお手紙、自分の種を守っていくためで、その種そのものを守ることだけではなくて、農業をそれを使ってその農業をやっていく農家さんもやっぱり守っていかないといけないと思うんですけども、あの他国では食品安全保障をきちんと認識した上で、農家さんをその、まあ、自然災害とかいろんなリスクから平時するようにきちんと経済的にも守る、100% ぐらい守っている国はたくさんある中で、日本は最も農家さんを守っていない、経済的にも。そういったそのデータがきちんとあります。で、日本人は極めてそのいや、まあ、物語がいいって、おとなしいって、怒ることはあんまりしないんですけども、こういったそのか悪い環境の中で、その政府に対して農家さんと団体になって声を大きく上げていくっていうことは、今まで作ってきたのかどうかっていうと、ちょっと、ね、あのよくわからないので、あの教えていただきたいということと、それから自民党農業部会の小泉が、あの農業関係の金融機関、あの農林水産、まあ、農協とか、まあ、いろんなところですね、そういったところを、まあ、潰そうなんていうのを口走ってるんですけども、まあ、彼はもともとアメリカから言われたことをただ口にしてるだけで、何も考えてないわけですから。そういったことをきちんと周りがしっかりそのあの、まあ、アンテナ張ってきちんと守る、あの声を上げていくっていうようなことが必要かと思うんですけども、まあ、現状どうなっているのか、あのそのリスクを認識しているのかどうか。はい、時間がもうほとんどないので、じゃちょっとこの件についてお二人からいきましょうか。とても難しい問題です例えばね、まあ、こう考えるときに、まあ、農業団体はどうしていくかという話になります。それからやっぱメディアの問題になるかというか、例えば北海道は、まあ、農業団体はですね、まあ、北海道で一匹はダメだよということをずっと言ってきまして、まあ全国的に見てもですね、はっきり言った方がいいと思いますけど、まあ、その中に今おっしゃったようなその農家の、まあ、というのは農業経営が持続可能なように、まあ、していくためのいろんなシステムの整備みたいなものを含まれていると思うんですけども、それをことごとく潰せるものはダメよってことになってきているんですね。でそれで今回 の、まあ、農業の協会会などの一連の中で、まあ、前中は頭がすり替えられたというのがですね、まあ、大きかったと思うんですけど、やっぱり北海道の JA もですね、少しこう変質してるんですね。今まで上がっていた拳がちょっと下がるようになってきたというのが、まあ、小さっぱり見てあります。だから、今回の首相に関してもですね、まあ、条例の制定をという要望はしたものがですね、民間企業の民間にというところが出てほしいというような状況が今のところ見られています。それからやっぱり
まあ、があの元を取りますけど、がんになるのは僕は規制外の推進会議だと言ってますけども、これに対する批判がですね、特にメディアからの皆無と言っていうふうに定調なわけですね。例えばその状況で言えば準組合員の動きがですね、組合員って言うんですか、組合員会長っていう、まあ、東京に、まあ、財布預けるみたいなシステムなんですけど、北海道では常識なんですけど、組合の廃止っていうものがですね、北海道新聞であれば一面トップにバーッと来るわけなんですが、要するに何のことはない規制改革会議が言ったことなだけなんです。あそこが言うことがあたかもですね、その何か行政機関なり、立法機関なりもですね、議論が出てきたものであるかのようなポイントであるかという、それを、まあ、大事に押しいただいているという状況がですね、いまだにメディアにあるんですけど、もともとはあれはまあ、今おっしゃったように何かが押し付けられたものを、まあ、政府にやらせる機関として日米の、まあ、半分秘密のような条約の中で規定されているものなので、本来は相手にする必要はない。だけども、メディアは、その潮流に乗っかっちゃっているという、その要するに公共的なものは、規制はだんだん崩していって、民に任せられるような民にということを、まあ、潮流というのを疑わないような軸になってしまっているというところが、まあ、その両方ですね、その農業団体の時間がないと思いますので、一言で言っておりますけれども、一足先に突き詰めてしまったのが韓国だと思うんですよね。韓国はアメリカとの自由貿易協定で受け入れてしまって、もうサムソンあればいいと、レオがあればいい、韓国から農民もみんな労働者になれと、そういう政策が露骨に進められたけれども、その結果もうかなり自給率が下がってしまった。でやっぱそのことで、その韓国でも農家の人は相当頑張ったと思うんですよね。で今韓国で韓国の農業こそが韓国に必要だと、そのような、証明がね、1000万人がやってると、5000万人のうち5人に1人がもう証明すると、つまり政府はもうの韓国農業いらない、もう出るのがあればいい、それからやはり韓国農業が必要だ、そういうふうに変わっていったっていうところは僕は学ぶ必要があるかな。日本だって要するに我々の職が本当なくなるわけですよ。実際にもう例えばそのマレーシアだったりとか、例えばブラジルであるとか、本当になくなってるんですよね。で加工食品ばっかりになってきてる。で糖尿病がどんどん増えてくる。命守るってことと食守るってことと、今本当そこまで来ちゃってるんですよね。でそこでやっぱり大きな何て言うかな、食の運動っていうのが生まれてきてるんですね。食作らなきゃダメだ、食を取り返さなきゃダメだ、そのようなやっぱり本当大きな民主運動生まれてきてくるんですね。で韓国でもやっぱりそれはもうギリギリとこまで行って、そこからまた芽生えてきたのかなというふうに想像してあまりよく知ってないんですけど、でそのような運動っていうのは日本だって僕可能だと思います。やはり今若いお母さんたちがこの問題に気に入り始めてるっていうのは、食そのものが危ないと思ってるから根本的に動いてるんじゃないかなと思いますし、実際に本当に危なくなってるんですよね。添加物は増えてるし、農薬は増えてるし、農薬は規制緩和されるし、その中でこの種の問題が全くもう僕は一致してると思うんですね。やはりその問題をやっぱり食を取り返そうという大きな食の運動を作り直すことによって、そんな中で農家も守っていけると思いますし、私たちの食も守っていけると思いますし、まあ、環境も私たちの健康も守っていけると思いますので、やはりそういった意味で本当に大きな、この運動を作らなきゃいけないなというふうに僕は思います。それではですね、まだすみません、ご質問したい方がいっぱいいらっしゃるのは分かっているのですが、集会としてはこれにて終了したいと思います。まずお二人、本当にありがとうございました。我々家族もですね、本当に新自由主義、それから自由貿易ということに関して、批判提言してきましたし、特にこの間は林役友谷さんとご一緒にですね、今日も持ってきてますが、種という DVD ですね、を作ったり、電子組み換えのものを取り上げたりとかして、
継続的にしています。で私自身は TPP 等の貿易協定を提案している立場なんですが、そういう立場から見るとやっぱり日本っていうのが相当やばい国になっている。やばいっていうのは我々にとっても害悪なんですけど、いろんなその規制を緩和していったりですね、チラシも入れましたが、ヨーロッパではもう逆行する流れが来ているのに、ようやく使ったりです、それから水道の民営化という問題も今あってですね、今チラシ入れましたが、日本も今後どんどん流れ、命に関わるようなものがどん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 企業の手にですね、渡されている。これはもう世界の潮流から全く逆行する、何週遅れでやってんのっていうですね、そして失敗から学ばないというですね、極めてひどい国になっているということをひしひしと感じます。ですから私たちが日常的に生きている地域とかですね、現場でやることがもちろん我々の身近な人、それから日本社会にとって、役立つことが当然なんですよ。やっぱり世界の人たちともですね、日本の市民頑張ってってやっぱりつながってやっていこうよっていうですね、非常に熱い思い、そうじゃないとみんなひどいことがどん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 なっていくと思うので、非常にそういう期待というかですね、それは我々にとっては責任でもあると思うんですが、私たち日本のそれぞれはやっていくことっていうのはたくさんあるし、役割が重いと思っています。ただ、あまりそのうってなってもしょうがないので、やっぱり京平さんがおっしゃったように、おいしいものを守ろうよ、ちゃんとしたものを広めようよっていうですね、そういう言い方でですね、一人でも仲間を増やしていきたいと思っております。引き続きですね、こういう集会を開いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。